ご紹介いただきありがとうございます。私はアメリエフ株式会社の山口と言います。どうぞよろしくお願いします。今回の流れなんですけれども、月曜日から木曜日までの午前中は、座学になりまして、皆さんがキーボードを打つことは基本はありません。なので、こちらのスライドと左側でコマンドを打ちますので、ああ、こんな風に動くんだということをまず、目で、入れてください。で、そこで分かった気になっていただきたいんですね。最初目で見て、ああ、こうやってやるんだ、簡単じゃんと思っていただきたいんです。で、午後の実技の方で実際に手を動かしてやっていただいて、思ったよりできないぞということも、実感していただきたいなと思っています。ということで、午前中は座学で、で、お昼を食べて眠くなりそうだなと思いつつ、ちゃんと手を動かすという流れになります。4日間ともです。で、プログラムを皆さん、ご存知だとは思うんですけれども、今日は次世代シーケンサーの全体像をご紹介しまして、明日がゲノムの変異解析ですね。で、次が、RNA の発現解析で、で、木曜日がチップシーク、クロマチン免疫チン方法の解析です。で、他にメタゲノムをやってる方もいると思いますし、がんの融合遺伝子やってる方もいると思いますし、微生物の、デノボアセンブルやってる方もいると思うので、小話的に、その大筋以外のお話はできればと思います。で、人数は多いんですけれども、いつでも手を挙げて質問して、遮ってください。というのも、一人が疑問を持っているということは、他の多分2、30人の方も同じ疑問を持っているはずなので、勇気を出して質問していただけると、全員でのこう集合値になるので、そこはご協力をお願いします。比較的ゆっくり進めていきますので、いつでも、質問等お願いします。はい。ではですね、早速内容に入っていこうと思うんですが、その前に、我々が誰かという話をしたいと思います。よいしょ。よいしょ、よいしょ。はい、ちなみにアメリエフという会社って知ってたという方どれくらいいらっしゃいますか？あ、ありがとう。あ、半分はいらっしゃいます。ありがとうございます。はい。で、私の方は知ってる方がちらほらいらっしゃるんですが、ほとんど皆さんとは初対面だと思いますので、簡単に自己紹介をしたいと思います。私は2000年ぐらいから理化学研究所と京都大学で、遺伝統計学の研究を、やっていました。最初はテクニシャンとしてやっていまして、徐々に研究者の方にこうレベルアップしていったと。ポケモン GO みたいにですね、ちゃんといろいろ注入してですね、アイテムをゲットしてレベルアップして、研究者になったはいいんですが、どうやら研究者は向いてないということも気づいてしまいまして、ビジネスの方に行こうと。進化じゃないんですけれども、ビジネスの方に、クラスチェンジをするということで、バイオベンチャーに1回入りまして、2009年にアメリエフを、起業しました。目的としては、バイオインフォマティクスの、支援とか、システム開発とか、バイオインフォマ社を増やしたいという思いで会社を始めています。で、全科目の座学は私が担当させていただきます。で、今日の午後は窪川が担当しまして、明日は三沢が担当します。今日はこの3人はこの会場におりますので、相談等あれば個別でも大丈夫ですし、聞いてください。で、各自の得意分野ですね、あります。私はワインが得意です。で、窪川はゲノム解析と RNA が得意ですね。で、三沢は R を使った統計解析が得意ですね。はい。で、尾上は RNA シックとか融合遺伝子とか、あとは 10X ゲノミクスのデータ解析とかが得意ですね。で、久保は、チップシークも担当してましたけども、メインはコンピューターです。で、久保だけは去年のこのハンズオン講習の TA をやっていたので、馴染みがあると思います。彼は、水曜日の TA と木曜日の講師ですね、になってます。なので、その日の講師の前の日に TA をやるという、法則で、会場にいますので、顔も見て、質問もしておいていただいたらなと思います。はい。では早速内容に入っていこうと思います。はい。
常に次世代シーケンサーを使っているかどうかを聞いてみたいんですね。ウェット側で使っているか、データ解析側で使っているかはあると思うんですが、とりあえず次世代シーケンサーを今使っているという方、どれくらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。まあ、大半の方が使っていらっしゃいますね。わかりました。じゃあデータ解析をもうすでにやってるよという方、どれくらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。ちらほらいらっしゃいますね。はい。では、そういう方にとっては、まあ、知ってるよという内容もあるとは思うんですが、まあ、淡々と進めていきたいと思います。はい。次世代シーケンサーですけども、大きくは、イルミナ社が、まあ、8割ぐらいを市場シェア占めてますかね。で、次がサーモフィッシャーですね。ライフテクノロジーズジャパンが、サーモに買収されましたので、今はサーモフィッシャーですね。のシーケンサー。で、三つ目として、パックバイオですかね。今は、454の方は、もうほぼいらっしゃらないと思うので、パックバイオが使われているかなと思います。で、左下のナノポワーミニオンも国内では、何箇所か導入されていますので使っている方もいるかもしれません。TX も、国内で2、3台はもう国内に入っていると聞いているので、使っている方もいらっしゃるかもしれません。ちなみにナノポワー使ったことがあるという方どれくらいいらっしゃいます？さすがにいないかな。はい。まあ、結構ノイズは大きいんですけれども、当然我々はデータ見ていまして、まあ綺麗なデータが最近出るようになったようです。で、10X のデータを使ったことがあるという方はどれくらいいらっしゃいます？ 10X もさすがにないですかね。はい。10X は、ロングリードのシーケンスができる機械です。で、まあ、イルミナのシーケンサー、ちっちゃい順にミニセック、マイセック、ネクソセック、ハイセックで、ハイセック X ですね。5と10が。国内に5は2セット入ってますね。そんな、まあ、メジャーなとこですね。で、ショートリード、100延期から250延期のペアードエンドが、まあまあ主流かなと。で、対するサーモフィッシャーは比較的長めのリード。PGM の機種ですと、450、700延期ぐらいまではもう読めますかね。プロトンで400延期ぐらいですかね。は読めるような、シーケンサーですね。で、パックバイオが、1万延期とかが、取れるリードのメディアンですね。だいたい1万延期 10K、最高で 20K とか2万延期とかは、まあ、読める機械ですね。それからランニングコストがちょっと高めと。で、ナノポワは第4世代化と言われていますけれども、単分子、これも単分子で、ナノのサイズの穴に入れて、穴を取った時に AGCT を、コールすると、シーケンシングするという機械ですね。で、10X は、DNA を長めに断片化しておいて、それをバーコード付きで、さらに短く断片化して、その短くなった断片を、イルミナンのハイセックで読むという技術です。なので、疑似的なロングリードと言われています。で、10X はかなり長い、何十 K、何百 K っていう長さを読めるというふうに言われています。そういう、技術ですね。前処理の技術ですね。になります。はい。で、まあ、前振りはいい、これくらいにして。今日の目次ですけれども、NGS データ解析で、よく使われるファイル形式のご紹介をします。で、次に、座学はこの最初だけです。で、午後はデータの可視化、IGV とかそういったソフトを使ったデータの可視化をします。で、データを見た後で、じゃあクオリティのチェックとクリーニングを実際にやります。なので、午後からは、皆さんにコマンドを叩いていただくので、バーチャルマシンの環境はお昼休み中にまあ整備していただくということをお願いします。で、まあデータのクオリティのチェックが終わってクリーニングが終わったら実際にリファレンスゲノムにマッピングして、まあどんなことができるかを見ていただくと。まあ詳細は明日以降ですけども。はい。で、実際に新しいソフトウェアのインストール導入をやっていただきます。習うより慣れろなのでやっていただきます。で、資料の見方なんですけれども、まあ、コマンドラインを打っていただくんですけれども、Linux は、ドルマークから始まるプロンプトと言われているものを使ってコマンドを打ちます。はい。で、1行目にコマンドを実行したものがあって、次の行に結果があります。色が分かれてますかね。はい。
結果が、グレー字、グレーになってるな。はい。グレーになってますね。に出ます。はい。はい。で、基本的な NGS 解析の流れですけれども、まあ、ご存知の方も多いとは思うんですが、まず前処理がありますよね。DNA を抽出とか、DNA を用意します。で、アダプター付けとか、前処理をやって、で、シーケンサーに流しまして、で、シーケンサーでは数時間から数日かけてシーケンシングをして、結果が出てきますと。で、まあ、今日のお話は、その出てきた結果の解析を、ご紹介するわけなんですけれども、どうやって前処理してるかとか、どういうシーケンサーの原理で動いてるかということを分かっていないと、クオリティのコントロールとかクリーニングがうまくできませんので、大まかにこうシーケンサーの特徴は把握しておいていただきたいなと思います。はい。左側にプロトンの写真がありますけれども、原理上は pH メーターと同じ原理ですね。電荷で、AGCT 測定してますので、波形、波が出るんですね、波形が。なので、モノポリマーは弱いとか、そういうのがあります。A が4つ連なってると、4つなのか3つなのか5つなのか混乱してしまうんですね、検出ソフトが。そういう特徴がありますので、インサーションとかデリーションが出やすいとか、そういった特徴があります。なので、ゲノム解析にも使われますが、RNA の発現とか、ホモポリマーのリードミスっても全然影響はないような解析にもよく使われていると思います。あとは長く読めるので、大きなインサーションデリーションの検索とか、そういった構造変化とか、そういったものを見ることにもよく使われています。あとはランニングのコストが安いとか、ランニングは早いとか、まあそういった特徴もあるかと思います。で、一方でイルミナの右上、これはマイセットの写真ですかね。イルミナの方は、1延期1延期写真を撮って、AGCT 確定しているので、1延期ごとの信頼性は高いです。高いです。が、1延期撮るごとにパシャって写真撮るので、150延期読むと150回写真を撮ってるわけですね。となるとデータ量もすごく多いですし、特徴としては、あまり長く読めないという特徴がありますね。写真を撮り続けるとだんだん劣化していくので、シーケンシングをどんどんしていくと、150延期目とか200延期目とか、だんだんクオリティ値が落ちていくような傾向があります。なのでそういったシーケンサーの特徴、傾向を分かった上で、解析に臨んでいただきたいなと思います。で、シーケンシングがありまして、で、リードの配列情報、何千万リード読めたねとか、何延期読めたねとか、わかりますよね。で、それを、ゲノムの参照配列に対して、マッピングして解析することが、まあ、大半かなと思います。リファレンスのない新規の生物種でないんだったら、そうですね。参照配列に当てに行って、マッピングをして、確認します。で、マッピングは右側に IGV での絵が書いてありますが、この一本一本の帯が、リードですね。で、下が、このカラフルなのが AGCT ですね。で、下のこの帯が遺伝子のアノテーションが、遺伝子のエクソンとイントロンが書いてありますね。で、上の山はデプスです。その領域を何回読めたかっていうことが書いてあります。午後の、見方で詳しくご紹介しますけれども。はい。で、この縦バーが変異がここで見つかったねとか、そういったことが書いてあります。で、マッピングが終わって、で、マッピングが終わった後、まあ、ゲノムの変異解析、DNA を読んだ変異解析であれば、まあ、変異を探しに行くと。SNV やインサーション・デリーションを探しに行くと。で、RNA であれば発現定量ですね。発現量を定量していきます。どれぐらいの遺伝子が発現していたかですね。で、チップシークであれば、免疫がくっついて、IP できた領域が、ピーク検出ができるという形ですね。はい。で、この次世代シーケンス業界でよく使われるファイル形式です。で、ファスタ形式は、まあ、ご存知の方も多いと思います。昔からファスタ形式は使われていて、いますね。まあ、塩基配列、アミノ酸配列の情報を扱う書式です。で、ファスタファイルに、クオリティ、まあ、シーケンシングしてるので、クオリティの値、1塩基ごとのクオリティの値を付けたものが、ファスト級ファイルになります。まあ、シーケンサーが出力するリード情報ですね。がファースト級ファイルですね。
で、そのファスト Q ファイル、集結された結果を、リファレンスゲノムにマッピングすると、どのリードは何、染色体番号何番のどこからどこまでヒットしたよっていう情報が入ると思います。その、どこにヒットしたっていう、マッチしたっていう、アライメント情報が、サムファイルになります。シーケンスアライメント、マップドファイルだったかな、そんなような、略称だったと思います。サムファイルですね。で、サムファイルはテキストファイルですごくサイズが大きいので、圧縮した、暗号化したバムファイルにします。暗号化というより圧縮ですね。圧縮化したバムファイルを作ります。そうするとファイルサイズが5分の1ぐらいにだいたい縮みます。はい。なので、サムファイルはあんまり使わないですね。もうバムに圧縮した状態にして使うことが多いです。はい。で、VCF というのは変異の情報を束ねるファイル形式です。バリアントコールフォーマットだったかな。そんなような名前ですね。で、ベッドファイルというのが、ゲノム上の領域情報です。中身はまた出ますけれども、染色体番号、何番のどこからどこまでっていう位置情報を示します。で、GFF と GTF ファイルというのは、ゲノム上の、まあ、フィーチャーって言いますけど、まあ、遺伝子とか、エクソンとか、転写産物とか、そういった、アノテーション情報を記載したファイル形式になります。はい。なので、ファイル、先ほどの、流れとファイル形式をして、割り当てると。まあ、大体、シーケンシングはファスト Q ファイルで、ゲノム参照配列はファストファイルで、で、マッピングされるとバムファイルができて、で、変異情報は VCF、で、転写物情報は GTF で描けて、で、ピーク情報は、まあ、どこからどこまでにピークがあるよっていう情報なので、ベッドファイルで記載することが多いです。多いです。はい。はい。で、ファスターファイルの中身ですけれども、まあ、基本は基本ですけども、意外と、ああ、そうだったんだって知らないことも多いと思うので、おさらいしておきたいと思います。1行目は、絶対に、ダイナリ記号ですね。はい。ヘッダー、ダイナリ記号から始まります。で、この後に、まあ、染色体番号とか、何やら、メッセージを書きます。その、配列の、アクセッション ID とか、いろんな、そういった情報を書きます。ID を書きます。で、まあ、延期でもいいし、AGCTN も許されてますし、IU パックで、認められている別の R とか W とかそういう記号も認められています。はい。で、アミノ酸は当然、アミノ酸の記号、一文字記号ですね。一文字記号が原則ですね。が認められています。で、今回は、まあ、この絵は、今回使うテレビ支援の染色体番号1番のファスタファイルを最初の4行だけ表示しています。はい。で、まあ、ヘッダーはいいですよね。で、データはインキャレスで、だいたい、60文字書くから80文字書くと開業コードを入れて折り返すというように表現されます。でも、この開業コードはマストではないです。なくてもファイルとしては動きます。で、NCBI では確か70文字ぐらいで折り返して公開されていたと思います。これは作る人の、まあ、好みで、60文字なのか、70文字なのか、80文字なのかは変えています。はい。で、拡張子が、実はあんまり統一されてなくて、NCBI でも FA って書いてあるファイルと FNA と書いてあるファイルがあります。まあ、FA はまあ、わかりやすいですよね。で、FASTA っていう5文字もまあまあ、わかりますよね。で、FNA っていうのは、FASTA のヌクレオチドの、ファイルだよって意味らしいです。で、FAS は何ですかね。あと、マスクされているとまた違いますし、いろんなパターンがありますね。で、アミノ酸だと、また N じゃなくて A だったりしますし、はい。まあ、いろんなパターンがあります。はい。なので、まあ、予想して見てみるという形ですね。はい。F と N が入っていると大体、ヌクレオチドかなというイメージを持っています。で、次にファスト Q ファイルの、ご紹介ですけれども、まあ、シーケンスさんが読んだシーケンス情報ですね。はい。リードごとの ACGT の配列とクオリティを表現しています。どう表現するかというと、1行目はアットから始まる配列 ID です。
はい。で、2行目が AGCT の配列。で、3行目はプラスから始まる同じ配列 ID です。省略可能です。プラスってだけ書いて中身空白にしても大丈夫。で、4行目が各塩基のクオリティが書かれています。はい。で、拡張子は FASTQ っていう5文字か、FQ っていう名前ですね。大体このどちらかですね。はい。他は、のパターンはあんみんな見たことがないですね。なので FASTQ は大体どちらかの拡張子で、で、書式も厳密に統一されています。はい。で、シーケンサーによっては、この FASTQ がいきなり出るわけじゃなくて、イルミナのシーケンサーですと、最初 BCL っていう画像のスキャンしたデータが出まして、それを BCL という FASTQ というソフトをかませると、FASTQ が出来上がります。で、ライフテックさんじゃなくて、サーモフィッシャーさんの方は、まあ、FASTQ いきなり出ますし、FASTQ から解析した、その先のファイルが、実際出ますね。はい。出ます。ので、サーモフィッシャーさんの、シーケンサーから出た FASTQ ファイルは、あまり見る機会は、ないんじゃないかなと思います。はい。その、二次解析まで、シーケンシングを一次解析とすると、二次解析までやった結果が、だいたい出てくると思います。で、イルミナの方は、一次解析、シーケンス情報が出ることが多いと思います。はい。などですかね。で、FASTQ ファイルというのは、サイズがとても大きいです。まあ、今回扱うのは、ミニマイズしてあります。最初の、数千リードだけとか、そういうふうにちっちゃくしてるんですけども、例えば人のホールゲノムの、シーケンシング解析をやろうとすると、ファスト級ファイルのサイズが、恐ろしいことになります。90ギガ塩基だいたい読みます。人間3ギガですよね。で、それを30回ぐらい読むので、だいたい90ギガベースのデータになります。で、90ギガベースのデータにクオリティがつくので、180ギガベースの、ファイルになります。なので、180GB もの巨大なファスト級ファイルが1サンプルでドカーンと出るわけですね。で、180GB ってきっとピンとこないと思うんですけども、コピーですね。USB メモリーに、USB のハードディスクにコピーしようとすると、古いハードディスクだと一晩かかりますね。で、今時の USB 3.0 のいいハードディスクであれば、まあ、1時間とかで終わるかなぐらいです。1サンプルごとにですね。なので、ファイルサイズがとてもでかいので、ちょっとコピーすら大変。ということで、圧縮します。圧縮します。圧縮します。まあ、圧縮されて、配布されている例が大半です。で、まあ、皆さんよく使われる圧縮形式って ZIP、ZIP 形式だと思います。で、ちょっと古い方は LZH 形式とかも日本ではよく使われていましたが、今では、Windows も Mac も標準で ZIP 形式に対応しているので、ZIP 形式はご存知だと思います。で、ZIP 形式の特徴は、複数のファイルとかフォルダーを1個のファイルに圧縮できますよね。複数のファイルやフォルダーをっていうのがポイントですね。圧縮しますね。ですが、この業界でよく使われている GZ 形式とか BZ2 形式というのは、1個のファイルを圧縮する形式です。1個です。まあ、複数ファイルを束ねるやり方もあります。TAR、TAR というやり方があるんですけども、複数ファイルを束ねる TAR というやり方と、午後に出てきます。午後のセッションで出ますので、ご安心ください。TAR という複数のファイルやフォルダを束ねるやり方は TAR、TAR で、まとめて、で、まとまった1個のファイルを GZ で圧縮するという、そういった流れになります。なので、FASTQ ファイルを、誰かから預かろうとすると、GZ 圧縮されているファイルか、BZ2 圧縮されているファイルで預かることが多いと思います。ちなみに、イルミナの、BCL と FASTQ を走らせると、先ほど BCL っていう生のファイルから FASTQ が出ると言いましたが、GZ 圧縮された FASTQ が出来上がります。イルミナの、シーケンサーで出た結果というのは、基本その GZ 圧縮された FASTQ が出ます。出ます。圧縮されたまんまで解析回せるんですよね。圧縮された形式でも、そのまま解析のソフトは動きますけれども、まあ、GZ 圧縮で出てます。なぜ、だいたい5分の1ぐらいにファイルサイズが縮んでます。で、次の BZ2 っていう圧縮形式は、これは GZ よりも圧縮効率がいいんです。
なので、5分の1じゃなくて、6分の1から7分の1ぐらいに縮まります。その代わり圧縮するのに時間がかかります。解凍も少し時間がかかります。計算時間がかかります。なので、BZ2 圧縮は、NCBI とか遺伝系の DRA とかで外部で公開しているファイルをインターネット経由でダウンロードするときには BZ2 形式をよく使います。はい、使います。明日以降でデモデータを使うんですけども、公開されているデータは大体 BZ2 圧縮でインターネット上に公開されています。で、次にですね、SRA 形式っていうのがあるんですけども、これはもう次世代シーケンスの、ファストQファイルというか、そのシーケンシング結果専用の圧縮形式で、SRA ファイルには、なんかクオリティとかですね、いろんな情報が入ってます。ペアードエンドの情報も、ペアードエンドのファイルも1個に束ねたりとか、かなり複雑な、圧縮形式のようです。で、NCBI のシーケンスリードアーカイブ、SRA とか、国立遺伝学研究所、DDBJ の、SRA、DRA ですね。や、ヨーロッパの ERA で公開されている、ファストQファイル、シーケンスデータは、この SRA 形式で、公開されているものも多々あります。BZ2 ではなくてですね、SRA で公開されている例があります。とにかく全ファイル、全アクセッション、全データは SRA 形式で公開されていて、一部が BZ2 でも公開されているという公開方式になっています。で、今回の4日間では、3日間かな、明日以降の、公開データを使いますので、この SRA のファイルのダウンロードも実際に、取り上げます。ただ、これの回答には SRA ツールキットっていう専用のソフトが必要で、お手元の BioLinux8 には入ってないんですね。NCBI の、サイトからダウンロードしなければいけないので、今回は、皆さんに手を使っていただくことは多分ないと思うんですが、ラボに戻りましたら、試していただけるような資料には、資料はついています。4日目かな。チップシークのセッションでは確実にあるかなと。あ、違うかも。はい。どっかで扱いますのでご安心ください。です。あ、つまり SRA も圧縮効率はとても良いです。はい。とても良いです。で、圧縮とか展開のコマンドは、この60ページ、今日の資料の60ページ、70ページに記載されていますので、まあ、お昼休みでも、ちらっと見といてください。はい。ここまでで何かご質問等はありますでしょうか？あんまり質問されるような内容も喋ってないかもしれませんが。大丈夫そうですか？あと、寒い方いますか？寒そうな方いますよね。はい、寒いですね。ありがとうございます。ちょっとエアコンを弱めて、いただけますかね。そう、直接風が当たる場所に座っている方もいるんですよね。はい、ありがとうございます。寒いと集中できないと思うので、遠慮なく、寒いわーって言ってくださいね。はい。で、ファストQファイルの例です。例です。こんな風になってます。はい。せっかくなので、左側の、スクリーンに、Linux のコマンドの画面があるので、ちょっと使ってみたいと思います。まあ、皆さんは、ああ、こうやってやるのねって、見ていただくだけでいいです。ね。pwd と打ちますと、今自分がどこのディレクトリにいるかがわかります。これってどういうことかというと、Windows とか Mac で言うと Finder とか Explorer ですね。で、フォルダーがいっぱいあって、今自分がどこにいるかマウスで押せば、どこのフォルダーに移動したかわかると思うんですけども、コマンドラインの場合は一回か手でこう打たないとどこにいるかわかんない。で、今は、ホームの IU の NGS Basics というフォルダーにいます。皆さんのお手元の、コンピューターにもちろん入ってますので、午後やっていただくんですが、入っていて、今、このディレクトリの中に、フォルダーと言わずにディレクトリというんですけど、ディレクトリの中にどんなファイルやフォルダーが、ディレクトリが存在しているかを調べるのに、ls というコマンドを打ちます。ちょっと待ってくださいね。クリアっていう風に打つとクリアされます。ls-l と打つと、今ここのフォルダーには、saccsr-chr1、正式な番号1番のファストファイルと gt ファイルと、何やら bam、bed、fastq、vcf、zip っていう風に先ほど出てきたような拡張子を持ったファイルがいっぱい並んでるかと思います。まあ、内容の紹介は、おいおいやるとして。
今は、このファスタファイルの中身を、ファスト級ファイルの中身を、見ていただきたいと思います。テキストファイルの中身を見るコマンド、レスっていうコマンドがあって、レスと打ってまして、で、SRR の504515の、R1 のファスト級の中身を見たいと思います。はい、見たいと思います。こっち。まあ、このように見えて。で、下スクロールすると、こう、スクロールしますね。はい。まあ、右のあれと左の画面は、まあ、同じですよね。はい。同じ情報が出てますね。で、1行目がアットで始まる ID 行で、ファスト級ファイルっていうのは、アットの直後、SRR504515.1。これが、このリードの ID です。.1、まあ、スペースの前までですね。アットで始まって、SR504515.1。ここまでが、このリードの ID ですね。なので、.1、.2、.3っていうのずっと繋がってます。あっちでも3があって、4、あ、4がないんですね。4は多分クオリティの問題で捨てたんですね。で、5があって、6があってっていうふうに、まあ、1000万リード読んだらこれが1000万まであるわけですね。あります。で、スペースの手前までが ID、リードの ID です。こちらを使います。で、そのスペースの後からは、何やらシーケンサーが付けた時の、アドレス情報ですね。これは、イルミナのシーケンサーで読んでるので、フローセルのアドレスが書いてあるっていうふうによく聞きます。それはイルミナさんに聞いてください。マニュアルに書いてあります。ビシエットファスト Q のマニュアルに、アドレスか、フローセルのアドレスを書いてあるんだよっていうふうに出ます。で、まあ、長さが101英里と。ね。こうなってます。はい。まあ、イルミナーのシーケンサーは基本、リードの長さが固定されますので、全部101になりますね。はい。なので、先ほどの、スライドでちゃんとは言わなかったんですが、後で始まる ID があって、付随情報、スペースの後に付随情報を、まあ、好きなだけ書き込めます。書き込めます。で、1行目はいいですよね。で、2行目。これが AGCT。まあ、N も許されてます。読めなかった N も許されてます。が並んでいて、で、3行目にはプラスで始まる ID。1行目と一緒です。で、これ、文字列入れなくても許されるっていうルールがあります。ただ、プラスって書くだけでも許されます。空白でも、まあ、同じ、冗長ですからね。書かなくてもいいと言われてます。これ書いてありますね。で、4行目がクオリティバリューです。これがよくわからないと思うんですね。この一文字の記号が、スコアの点数に、リンクしてます。対応表があります。対応表があります。なので、アットは何点。この代入表は何点とか、A は何点っていうふうに点数が決まってます。で、これで1リード分の情報ですね。なので、シーケンサーで1000万リード読んだら、ファイルは1000万リードなので4000万行出ますね。ファイルとしては。行数はリードの本数の4倍出ます。ので、ファスト級ファイルが、シーケンシングをお願いしたところから帰ってきて、よしよしと思って、Mac とか Windows でダブルクリック開こうとすると、まあ、ほぼ固まりますよね。おそらく、最新の Excel でも100万行しか開けないですし、メモ帳も多分数万行しか開けないですし、うん千万行読める、ソフトってほぼないと思うんですよね。Windows や Mac では。なので、Windows や Mac でダブルクリックで開こうとすると、まあ、まず間違いなく固まって、しまうとは思います。ですが、Linux は固まらないんですよね。まあ、これファイルちっちゃいので、あれなんですけど、今、レスで開いて見せたと思います。もう一回やりますよ。よいしょ。このファイルサイズは、まあ、サイズは知れてますね。ちょっと待ってくださいね。Linux には便利なあれがあって。-L の後に H ってつけると、H、ヒューマンが読みやすくなるって意味らしいですけど。そうすると、サイズが直感的になります。メガバイトになりましたね。まあ、3メガぐらいのファイルを開くので、まあ、知れてるんですけども、これが3ギガになっても、30ギガになっても、このレスっていうソフトは、一瞬で開きます。なので、画面に出てる分だけファイルを読み込んでるらしいんですね。なので、一瞬で出ます。Windows や Mac だとこういう一部だけ見るっていうソフトがないんですね。
ですが、Linux はもともと巨大なファイルを扱う、OS なので、こういう、一部だけ見たい場合とか、重くなく見られます。これが Linux を使う理由の、一つでもありますね。で、話し続けますと、ファストキーファイルはこうですよと。はい。で、あれ？いいな。で、先ほどのクオリティの話ですが、記号が数字に対応していると言いましたが、ASCII コード表というのがありまして、はい、ASCII コード表というのがあります。すべての、アルファベットの文字は、8ビットですね。1バイトの、256通りの数字が、割り振られています。これは大昔コンピューターを作った IBM がエイヤーで決めたものです。なので、なんでこの数字かっていう意味は、まあ、並び順は全部 IBM のせいですね。IBM が決めました。はい。あ、256の半分の、128まで、決まってます。で、このびっくりマークは33番なんですね。で、このニョロ、チルダは126番っていうふうに決まってます。で、数字にも決まっていて、数字の1っていうのは49番っていうASCII コードが決まってます。決まってます。で、先ほどの、クオリティの、こう、アットダイナリー、クエスチョン、シャープとかありますよね。じゃあ、このあたりを、思い出していただいて、じゃあ、クエスチョンっていうのがあったとしましょう。ありましたよね。何文字目？3文字目？3文字目。3文字目に、この、AAA って始まってて、次4文字目 N ですね。で、アットダイナリークエスチョンシャープだって、3つ目 A は、クエスチョンっていうクオリティでした。クエスチョンマークっていうのは、ASCII コードで63番です。で、63番っていうのは、ASCII コードから33番を引いた値がクオリティっていうのに決まってます。ので、クオリティバリュー30点。30ということがわかります。はい。クオリティバリュー30点は結構クオリティがいい方ですね。ちなみに、この4文字目 N になってますよね。N は、シャープの記号です。シャープは、どこにいるかというと、どこかな？いた。35番ですね。ということは、35から30で引くと、クオリティバリューは2ですね。なので、全然クオリティダメだねと。だから N になってる。ということがわかると思います。はい。で、じゃあ、クオリティバリューって何なのっていう疑問もあるかと思います。0から、まあ、大体40ぐらいまで割り当てられてるんですけども、これはフレッドスコアっていう言い方があります。フレッドさんが考えたスコアリングの方法ですね。フレッドスコアって言うんですけども、エラーが起こる確率 P。まあ、100回に1回起こるんだったら、1% ですよね。0.01 ですね。1000回に1回エラーが起こるんだったら 0.001 ですよね。なので、エラー率 P とした場合に、ログの、定を10としたログを取って、マイナス10倍します。というと、つまり 1% っていうことは、1% が20点ですね。ログ10は、1% は 0.01 は2なので、マイナス10かけると20ですよね。で、1000分の1の確率 0.001 は10のマイナス3乗なので、ログ10は3で、マイナス10かけると30ですね。なので、0.001 の時に、クオリティバリュー30になります。だ1000回に1回ミスってるってことですね。1000回に1回、この A って出したコールは間違ってるかもしれない。でも1000回に1回しか間違ってないので、まあ正しいよねって言えると思います。なので、クオリティバリューは大体20を超えていると、まあ100回に1回以下ですよね。0.01 ですね。なので、クオリティバリューが20を超えてたらまあ綺麗かな。で、30を超えてればすごい綺麗。1000回に1回しかミスらないので、すごい綺麗だなっていうことがわかると思います。はい。で、これはシーケンサーメーカーが統計的に、振ってるようです。この、スキャンした画像の光の強さだったら統計的に言って、このクオリティバリューだねっていうふうに決めてるようです。なので、シーケンサーの原理によって、このクオリティバリューの分布が変わります。サーモフィッシャーの方は、速度が速い分、クオリティが若干下がり目なので、クオリティバリューが全体的に少なく出ますし、ユルミナさんの方は長く読めない代わりに、クオリティバリューが高めに出る傾向がありますね。はい。これはもう、統計なので、確率統計なので、恣意的に何かするということは基本ないです。
これがフレッドスコアって言うんですけど、クオリティバリューの考え方です。はい。ですね。クエスチョンは63で、クオリティバリューは30なので 0.00 ですね。まあ、あとはログなので、こう、まあ、まあ、こんな感じっていうところですかね。はい。で、次にですね、サムファイル、バムファイルのお話をしたいと思います。ファスト級ファイルをリファレンスゲノム、まあ、ヒューマンならヒューマン、酵母なら酵母のゲノムにマッピングします。で、マッピングして、マッピングされた結果、すぐのデータはテキストのサムファイルが出ます。で、圧縮するとバムファイルになります。で、この相互変換ができて、相互変換にはサムツールスというソフトを、まあ、使います。で、サムツールスっていうソフトは、ここに書いてありますけども、サムツールスって打って、ビューって打って、出力がバムファイルだよ。で、サムで、ダイナリ、バムっていうふうに出します。で、逆に、バムファイルからサムに変換するときには、こういうふうに書きます。はい。H はヘッダーを入れるっていうんですね。まあ、ふーんぐらいでいいと思います、今は。こうやってやるんだね、ぐらいでいいと思います。こういうふうに変換します。はい。で、サムファイルの中身ですけれども、アットで始まるヘッダー行が何行もあります。で、次に、タブ区切りのデータ行が並んでいます。こういうファイル形式です。で、ヘッダー行は、@hd とか @sq がザーッと並んでて、他にも @rg とか、まあ、いろんな、ルールが定義されています。で、その定義を知りたい方はですね、どんな、まあ、サムファイルってどんなファイル形式なんだろうなって、いうのを疑問に思った方は、Google 先生に聞いていただきたいんですが、サムツールスと打っていただくと、まあ、サムツールスのホームページがあります。ちょっと待ってくださいね。画面ちっちゃいですよね。はい。サムツールスのホームページがあって、書式のルールが、この右上にサムスペックってあります。バージョン 1.4 ですね。これポチッと、右上のサムスペックっていうのをポチッと押すと、サムツールスの、ファイル形式のルールブックが出てきまして、サムフォーマットの定義はこんなだよっていうのが出てきます。はい。はい。こんな風に。もうこのバージョン 1.4 から定義変わってないですね。@hd はこういうこと書くよとか、ヘッダーラインだよとか、@sq はシークエンスディクショナリーだよとか、まあ染色体番号ですね、大体の場合。で、@rg はリードグループだよとか、@pg はプログラムだよ、マッピングされたプログラムだよ。こういうふうに定義が決まっています。はい。おっとっと。ですね。で、データ行があると。で、サムファイルの中身なんですが、まあ、左側、じゃない、下半分ですね。まあ、見た感じ、リードの番号と、なんか数字とか、染色体番号とか並んでますよね。これも先ほどの、サムスペックに書いてあるんですけども、1列目は、リード名ですね。で、2列目がフラグ。で、3列目が染色体名。4列目がポジション。リードのスタートのポジションですね。で、5列目がマッピングのクオリティ。で、6列目がシガーと言われているんですが、アライメントステータスと言われているものです。で、7列目が、ペアリードの場合、ペアの反対側ですね。の染色体番号。で、ポジションですね。で、次が、長さ。そのペア間の距離の長さ。で、これ0になってますけど、この例は、12番染色体にマッピングされたリードのペアの反対側が1番染色体なので、長さ測れないので0になってますね。はい。で、まあ、そのリードの配列 AGCT と、
クオリティ値の並びになってます。で、フラグ、2列目にあるフラグ、113っていうフラグなんですけども、がついてたんですけども、このリードは。なんじゃろうなと。中身何かなって思うと、計算方法あるんですよね。でもちょっと暗算できるような計算方法じゃないので、ブロードのサイトに、GitHub のブロードの場所に、サムフラグの計算する、サイトがあって、113って入れると、あ、これ、ペアとエンドの出たね、とか、リバースにストランドにマップされたね、とか、メイトペア、まあ、ペアとエンド反対側の方もリバースにマッピングされてるね、とか、そのうちの、1個目のリードだよ、とか、なんかそんな情報が書いてます。なので、何が言いたいかというと、ペアとエンドで、例えば、ペアの一番、リード1側はマッピングされたけど、リードの2番目側、反対側はマッピングされなかったデータとかは、もう片側しかマッピングされなければ怪しげなので、捨ててしまうとか。なので、フラグが何番だったら、そのリードは捨てちゃう。みたいなことはよくやります。はい。やります。それが明日出てくると思います。はい。はい。そういうことをやるために、このフラグは、まあ、時々というか、処理の中では毎回使ってます。はい。はい。フラグですね。はい。で、ここまではマッピングされた結果で、次にゲノムにマッピングして変異を解析する場合には、変異の一覧が VCF というファイルで出てきますので、その VCF ファイルのご紹介です。ややこしいんですけど、Windows の世界で VCF っていうと、名刺ファイルも VCF っていうので、VCF ファイルを Windows に持ってきてダブルクリックすると、何かアウトルックが起動しちゃったりとかすると思うので、そこはご注意ください。基本は次世代用のファイルはダブルクリックはしちゃいけないと思います。はい。で、VCF ですが、シャープシャープで始まるヘッダー行があって、ヘッダー行とか、まあ情報の行ですよね。ファイルフォーマットが 4.1 で、フィルターは何使ってて、みたいな、フォーマットは何使ってて、みたいな、インフォメーションは何で、みたいなのがザーッと書いてあります。で、ヘッダー行。どっかにあるかな？見当たらないですね。シャープ1個で始まるとヘッダー行があります。クロモソーム、ポジション、ID みたいな風に書いてありますね。こんな感じで。で、これ中身ですね。データ行ですね。シャープがない行はデータ行です。タブ区切りテキストファイルなので、Excel で開こうと思うと Excel で開けます。はい。ですが、ヒトゲノムのホールゲノムですね、を、人一人分やると300万変異ぐらい出ますので、Excel の表示限界を超えますので、ホールエクソームだと大体2万から3万ぐらいなので、まあ、Excel で見られるかなという情報量にはなります。が、まあ、この VCF はあまり Windows で直接開くことはないと思いますが、タブ区切りなので見ることはできます。はい。で、まあ、中身の説明ですが、ヘッダー行にこうやって書いてあります。シャープ、クロームって書いてあります。染色体番号ですね。で、まあ、今回公募使うので、このローマ数字で1って書いてあったり。で、2番目がポジションですね。何駅目かですね。で、3列目は ID です。で、マッピングのじゃないわ。VCF の検出ソフトによってなんですが、いきなり、DBSNIP の RSID をつけてくれる場合もあれば、まあ、別のソフトで ID をつける場合もあります。これはあれですよ。この便宜上入れてます。実際に、公募の一番選手からの111番目に変異があって、この RS 番号じゃないです。はい。便宜上こんな風だよっていう意味ですね。で、リファレンス、マッピングされてリファレンスのゲノムのアリルは C だったと。で、今回リードで検出されたアリルは、T でした。っていうなると、このレフト、オルトですね。オルタナティブなアリルが T でしたって出ます。で、その変異検出のクオリティが105点で、で、フィルター、これもフィルターも、フィルタリングソフトにかけると、フィルターの値が入ります。で、ローカバレージって書いてありますね。はい。で、8列目はインフォと書いてあって、インフォメーションで、アリルフリークエンシーがどれぐらいでとか、こういった情報が書いてあります。この AC とか AF の意味は、シャープシャープで始まったヘッダーに書いてあったんです。実は。ここにですね、まあ、フィルターの、このレーザーポインターすげえアナログで振ると治るんですよね。乗った。
このフィルターっていうところにさっきのローカバレージってありますよね。これはデプスが10以下だ、10未満だったらローカバレージって定義するよって書いてあります。で、フォーマット AD は、何やに、アレリックデプスだよとか、DP は、まあ、大体のリードデプスだよとか、さっき見た AC はないな。はい。ちょっと、あったあった。AC は、アレルカウント、オブジェノタイプスだよとか、for each old ですね。はい。だよとか。each old の意味は、リファレンスは1個ですけども、オルタナティブのアリルは2つ3つ出る場合があるからですね。はい。その場合はカンマ区切りで出ます。だいたい C のリファレンスに対して、A だけとか、C のリファレンスに対して T だけのオルタになるんですが、まあ、時々 T と A も観測されたみたいなこともあるので、その場合には T カンマ A ってここに出ます。ちなみにこのオルトの列には T カンマ A みたいな風に複数アリルがあればカンマ区切りで出て、で、ここには、カンマ区切りで、出ます。はい。で、アリルフリーケンシーは 50% ですね。はい。で、フォーマット、これもフォーマットです。GT と AD と DB と、GQ と PL っていう、この順番で、コロン区切りで、次の列に表示しますよっていう意味です。で、実際次の列見ると、0すら1が GT、ジェノタイプ。AD っていうのが5カンマ4のこと。で、アリルごとのデプスですね。で、DP っていうのは全体のデプス9ですよね。5たす4で。で、GQ が、まあ、クオリティですねと。で、PL が、まあ、それぞれのジェノタイプの出る確率みたいですね。はい。なので、0。これが、まあ、ヘテロだねっていうことですね。0スライチっていうのは、0が、リファレンスのジェノタイプで、1が、オルトのアリルってことですね。一個一個出てる。なので、ヘテロザイゴトっていうんですね、この変異は。という意味です。はい。で、これも VCF ファイルも、定義があるので、VCF、ツールスっていうソフトもあって、そのサイトに行くと、この VCF ファイルの定義書か読めます。はい。書いてあります。まあちょっと英語なので、よくニュアンスがわかんないなっていうこともあるんですけど、もちろん世界共通フォーマットなので、公開されています。あります。ここまでで何か質問等はありますか？どうですか？質問等はありますか？ないでしょうか？ないでしょうか？じゃあ次行きますね。よいしょ。はい。で、次、ベッドファイルですね。ベッドと GTF の、ご紹介をするわけですけれども、ベッドファイルは、ゲノム上の領域情報を定義したファイルです。これすごくよく使います。なぜならば、ゲノムの世界だと、エクソーム解析とか、ターゲットリシークとかで、ゲノム上のどこの領域をシーケンスするって、ターゲット領域って決まってると思います。なので、そのターゲット領域に染色体番号何番のどこからどこまでっていうふうに指定しますし、RNA であればエクソン情報、染色体番号何番のどこからどこまでが何々遺伝子のエクソン1だよとかいう定義もしますし、チップシークでは当然ピークがどこに検出されたよっていう定義しますし、あとマスクですよね。リピート領域はここからここまで。染色体番号何番のどこからどこまでがリピート領域だから無視しようとか、そういうマスクしようとか、そういうふうに使うので、このベッドファイルは本当によく使うファイル形式です。で、まあ書いてあるんですね。使う例が。で、もう、よく使われるがゆえに、フォーマットはとてもシンプルで、1列目は染色体番号で、2列目がスタートポジションで、3列目がエンドのポジションです。で、これ気をつけていただきたいのが、0始まりなんですよね。ピンとこないと思うんですけど、0始まり、どういう意味かというと、先ほどのスニップのポジション情報は111ってこれ書いてありましたよね。っていうことは、もう本当にシンプルに染色体番号1番の1塩基目から数えて111塩基目だったわけですよね。その変異の場所が。まあシンプルですね。けど、ベッドファイルって0始まりなので、111番目を指定しようと思ったら、数字としては110って出るんですよ。110で出ますね。0から始まるので、1個少なく、数字が見えます。人間の感覚の1塩基始まり、1番始まりじゃなくて0番始まりなので、数字が1個ずれて出ます。まあ1個ぐらいずれてもいいよっていう場合も多いんですけど、
スニップの場所とか、そういう厳密な場合には、この1個のですね、アミノ酸のフレームの、コドンの、フレームの場合も、の確認とかの場合も、この1塩基のズレが致命的になるので、ここ気をつけてくださいね。はい。ゼロ始まりです。ベッドファイルの組織はゼロ始まり。で、なんでこれ違うかというと、ベッドファイル形式は、次世代シーケンサーという技術が出る前、2000年よりももっと前ですね、きっと。人ゲノム解析プロジェクトが始まったのが、1988年とか90年ぐらいですから、で、ブラストの論文が出たのも90年ですから、それぐらいの定義なので、このゼロ始まりになってます。確かブラストもゼロ始まりで1定義してたので、90年代はゼロ始まりが基本でした。これプログラミングする人はわかるんですが、その方が計算しやすいんです。ゼロ始まりの方が計算しやすいからなんですね。プログラミングの世界では。なので、90年代はもうプログラマーしかバイオインフォをやってなかったので、ゼロ始まりになってます。ですが、現代は、まあ、直感の方が、大事なので、他の技術は全部1始まりなんですけど、ベッドだけは古いまんま。ゼロ始まりになってます。ここ要注意ですね。エンドも一緒ですよね。はい。です。まあ、そこまで厳密に必要な場合っていうのは、ごくごく稀なので、頭の片隅に入れといてください。それ以外は、まあ、領域情報を示すんだなぐらいでいいと思います。で、ベッドファイルはいいとして。ちなみにベッドファイルを扱う上で、ベッドツールキット、あれ、ベッドファイルツールっていうソフトがあります。あれなんだっけ、ど忘れした。ベッドツール？ベッドツールね。ベッドツールというソフトがあります。これよく使います。せっかくなので、また Google 先生に、案内してもらおうと思ってるんですが。もう一個戻ろうか。よっ。ベッド。ベッドツール。とやると、ベッドツールス。あれ？これじゃねえ。ごめんなさい。よ。ベッドツールスのサイトはこれかな？これは、日本語のドキュメントもありますね。エンジレスアフワーズウィキという、エンジレスアファーズウィキという、ちょっとでかい。エンジレスアファーズウィキというサイトで、エンジレスのツールとか、もろもろご紹介してくれているサイトもありますけれども、ここにありますね。ベッドツールスは、いろんなソフトが集まった集合体で、これを使って、このベッド領域に入っているデータだけを取り出すとか、このベッド領域、マスクを指名しているとしたら、指定しているとしたら、このベッドの情報、書かれた情報、領域を除外して、結果を出すとか、そういったことができます。はい、できます。で、ベッドツールスはとても便利で、我々も、データ解析で使うこともあります。はい。で、ベッドツールスで使いましたっけ？明日以降。わかんない。確かに。使わないかもしれないので、はい。耳に入れておきました。はい。で、次にですね、遺伝子の定義情報ですね。GFF と GTF の、情報です。ほとんど同じファイル形式です。何列目？ 8 列目？なんか、後ろの方の列だけちょっと違うんですけど、ゲノム上の、意味付けの情報ですね。フィーチャーの情報です。で、遺伝子とか転写産物などの情報を記載するために使っていまして、公開されている生物種の、エクソンの情報とか、CDS の情報とか、そういったことが、公開されているファイルとしてもありますし、解析の途中で生成されることもあります。はい。で、書式はもうこれ決まってまして、これもタブ区切りテキストファイルです。これも、古いファイル形式なんですが、これは1始まりですね。はい。で、1列目が、染色体番号とか、スキャフォールドの名前とかです。
で、2列目が、検出したプログラム、プロジェクト名ですね。はい。まあ、アンノーンって書いてあったりもしますね。で、フィーチャーですね。CDS だよとか、スタートコドンだよとか、エクソンだよとか、まあ、意味が書いてあります。はい。で、4列目が、まあ、ポジション、スタートポジション。で、5列目がエンドポジションですね。で、6列目、まあ、なくてもいいんですけど、数字が入ってます。入ってることがあります。はい。で、当然、ストランドはありますね。正向き、順向き、リファレンスに対して正向き、順向き、プラマイ。もしくは、まあ、ない、不明な場合はドットになっています。はい。で、フレーム、フィーチャーがエクソンの時だけ、このフレームは、エクソン番号が入ってます。あ、そうですね。はい。で、その時だけ、このフレーム番号が入ってますね。はい。リーディングフレームですね。はい。が入ってます。で、エクソン以外の場合は、まあ、関係ないので、ドットが入ってると。で、9列目が、GFF の場合だと、グループっていう項目名で、同じグループに属する、行は全て同じグループ名を持つと。トランスクリプト、ホニャララみたいな感じですね。なってます。で、GTF の場合には、アトリビュートっていう列名なので、かなり細かくいろんなセミコロン区切りで情報を記載することができます。GenID はこの YAL ホニャララで、トランスクリプト ID はホニャララで、みたいに。セミコロン区切りにするといろんな情報を書き加えることができます。なので、GTF の方が、まあ、いろんな情報を付加できる。汎用性が広いですね。です。なので GTF の方が使うことが多いかなと思います。はい。まあ、こんな感じですね。もう、この先は午後のセッションになってしまうんですけれども、午前のセッションは、まあ、用意していたスライドは、ここらへんまでなんですが、ここまでで何かご質問等ありますでしょうか。はい、お願いします。マイクが使うんですかね。はい。あ、拡声器ですね。少々お待ちください。各ファイルのクオリティの値とか、はい。ですね。マッピング時の、サムファイルの定義ですよね。マッピング時の、クオリティは、正直よくわかりません。私は。計算方法はもちろんあるみたいです。で、どうやらリードのクオリティの値と、から算出しているようなんですけども、厳密にマッピングクオリティは降参しなければいけないっていうルールはなくて、各マッパーによって違うんですね。BWA であれば、BWA の計算方法のマップクオリティがあると。確かそのリードでヒットした延期で一番ちっちゃいクオリティにするとか、何やらいろいろあるみたいです、ルールが。で、傍体2だったらまた違う式があると思いますし、正直わかりませんね。どうやってやってるのか。ただ、この数字が高ければ高いほど、まあ、正しいと。つまり、一番初めにクオリティチェックして、それを使って、こういう相手してはない場合には、まあ、その辺は気にしなくていい。ですね、リードのクオリティとマップのクオリティは全く別だと考えてください。で、リードのクオリティは、まあ、前処理の問題の場合もあると思うんです。汚い DNA を使ってしまうと、シーケンシング失敗して、リードのクオリティが落ちることは当然たくさんあると思うんですね。なので、シーケンシングの、クオリティを確認するためにリードのクオリティの分布はチェックする必要があると思います。それは明日、以降やります。Fast QC というソフトを使うんですが、リードのクオリティの、チェック、コントロールの手順はあります。で、じゃあまあ、基準をクリアしたリードだけを使ってマッピングしましたと。で、そのマッピングした結果が、あるリードが、ゲノムにユニークにパーフェクトマッチでマッピングすれば、まあいいんですけども、
必ずしもパーフェクトマッチじゃない場合もあると思います。特に変異菌室であれば、変異が入ることが前提になりますし、あとは、複数箇所にマッピングされることもあると思うんですね。で、その場合じゃあ扱いどうするかとか、じゃあペアードエンドでペアの片方側だけはマッピングされたけど反対側が違う、絶対違う場所にマッピングされた場合にクオリティどうするかとか、なので、あくまでマッピングのだけのクオリティを示しているので、マップ Q の数値のフィルタリングは昔はやってましたね。初期の頃のジェダシーケさんのデータ解析では、マップ Q が30未満はのリードは捨ててましたね。でも最近はあんまりそこまでしないです。はい。ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。あ、はい。青い T シャツの方、お願いします。はい、ありがとうございます。そうですね、リファレンスゲノムは、配列情報だけだと、RNA-seq の場合にはあまり役に立たないと思うんですね。配列情報に加えまして、アノテーション情報、遺伝子情報ですね、が必要だと思いますので、私はそれが全部揃った iGenomes というサイトが、イルミナさんが作ってくれて、今 NCBI に置いてあるんですが、その iGenomes で、データを、リファレンスゲノムを落とすことが多いです。ですが、生物種限られるので、まあ仕方なくフライベースからハエノで、配列情報を落としてきたりは当然あると思うんです。じゃあ、どれを選ぶかなんですが、特にリピートマスカーって書いてあるってことは、リピート領域をマスキングしちゃってるってことですよね。で、マスキングされていて、小文字になってるだけであれば、実用上問題ないんですが、N に置き換わってしまうと、ちょっと問題があるかなと思っています。というのも、リピート領域上に狙ったものがあるかもしれませんし。なので、要はプレーンなもの、あまり加工されていないものを我々はダウンロードしてきて、解析に使っています。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、お願いします。VCF ファイルのクオリティについて質問があるんですけど、19ページでは、クオールとフィルターの時にクオールが例えば 69.94 でハードトゥーバリデートで、で689の時にもハードトゥーバリデートで、何か特徴がわからない感じがあるんですけど、何をもってクオリティがいいのかっていう判断すればいいのか。はい、まずこのフィルターのハードトゥーバリデートの意味なんですが、まあ定義は実はこれ自分で勝手に決められますけれども、この場合にはですね、ハードトゥーバリデートは、どこ行ったかな？これか。マップクオリティが、4以上、マップ Q0 の方が、4以上、かつ、なんかこの数字を満たしてると、ハードトゥーバリデートになるので、まあ、クオリティだけではないというのが、ここの列のクオリティだけじゃないというのがあります。はい、あります。ですね。はい。そう、このあたりの数字を使ったりもしてます。インフォに入っている情報を使ったりもしてます。で、ここの、6列目の変異クオリティなんですが、これは変異検出ソフトが、出すんですけども、どうやら、GATK の情報に見ると、この変異アリルのクオリティの、和じゃないですけど、なんかそこから算出しているようです。リファレンス、要は、ある、リードが C って示してたら、まあ、リファレンスが C なんだし、正しそうだねと思うんですけど、あるリードが、ここの影響は T だって示してたら、じゃその T 本当に正しいのって誰も思いますよね。リファレンスと違う影響を出してれば。じゃあこの T っていう影響のクオリティバリュー値、一番最初に出てた、ファスト Q のクオリティ値を見て、確からしいってことを決めているようです。なので、デプスが増えれば増えるほど、まあそのクオリティの信頼度は積み上がるので、この数字が上がっていくようです。はい、単純な和ではないと思いますけども。はい。
と聞いて、昔調べました。はい。なので、あまり、ざっくり、だいたい100以上を使えみたいなガイドラインがあるので、そういう、それを鵜呑みにして使っていることが多いです。はい。はい。他には、マニアックすぎる質問には答えられないかもしれませんけども、そこは、うちの TA もここにいるので、すぐにググれますので。他にはどうでしょうかね。またそうですかね。まあ、この後のお話ですが、お昼休憩に入りまして、で、お昼休憩中に、バーチャル環境の準備をしていただきたいと思います。で、午後は1時からで平気ですか？はい。なんかルールありますか？ 1 時半からじゃなきゃダメとかないですよね。1時から、やりたいと思います。はい。はい。で、なので、OVA ファイル、バーチャルボックスの、準備が、まだの方は、門戸先生をはじめ、関係者を捕まえてください。ください。はい。ですね、懇親会というと怒られちゃうので、情報交換会というふうに名乗ってますけれども、この近くの会場で、農学部のキャンパス内の場所を、貸し切りまして、情報交換会、懇親会じゃない、情報交換会をやります。もうすでに30人ぐらい参加する予定なんですが、まだ若干席に余裕があるので、飛び込み参加 OK です。で、申し込みフォームの期限を一応解除したので、申し込みできます。ウェブフォームから。ので、30分でも1時間でもお時間のある方は、ぜひ、この横のつながりを広げるために、参加していただきたいと思います。食事と飲み放題です。食事と飲み放題。アルコールとソフトドリンクの、会になっています。はい。で、ですね、なんで情報交換が必要かと言いますと、時代シーケンス業界って情報があまりないですよね。最近は日本語の情報も多いんですけれども、外国の情報はいっぱいあっても日本語の情報があまりなくと。で、あとは使えるシーンが多い。アプリケーションがすごく多くて、困ってることも多いと。で、分かってる人はすげえ分かってるんですけど、そういう人に聞きづらいと思うんですよね。初心者の方とか、中級以下の方は。なので、同じようなレベルの人たちと知り合うきっかけを作るというので、そもそも NGS 現場の会という、まあ、学会チックなものが2011年に、発足しました。で、まだ第4回、第5回の会合が今年あるはずだったのが伸びちゃって来年仙台であることになったので、ジェダイシーケンスに特化した情報交換する場がほとんどないのが現状です。なので、貴重な機会となると思うので、ぜひNGS 使ってる者同士悩みを相談し合えるように、この場で知り合っておくと、ちょっと困った時に聞ける、偉い先生じゃなくて、身近な、苦しい4日間を共に過ごした仲間になると思います。4日間経つとみんなヘロヘロになりますので、きっとしんどいと思います。今は余裕しゃくしゃくかもしれませんけれども、4日間しんどいと思うので、そういった苦楽を共にした仲間になるとも思うので、ぜひ知り合っていただきたいなと思います。はい。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。それでは、2時になりましたので、講義の方を再開させていただきます。IGV の方は、今日はもう使用しませんので、左上の赤マークのところを押して、閉じていただければと思います。明日以降の講義ではガンガン使おうと思いますので、できれば、どこかで解決できた方が、明日以降ちょっとスムーズかなと思いますが、はい。では、続きの方はデータのクオリティチェックの話をさせていただきます。まず、NGS データ解析において一番重要なことは解析データのクオリティになります。ガーベージイン、ガーベージアウト、ゴミを入力したらゴミみたいな結果しか出てこないという、ちょっと過激な言葉ですけれども、まず使用するデータのクオリティが悪いと、どんな素晴らしいインフォマティシャンがどんなパーフェクトな解析をしても全くいい結果は出てこないという
ふうに世の中のバイオインフォマティシャンが結構嘆くことが多いです。バイオインフォマティクス解析において行われるクオリティチェック、これは低クオリティなデータが多くの偽陽性やエラーのもとになるから重要というわけなんですけれども、どんな低クオリティなリードがあるかといいますと、アダプター配列の混入、まあ、ライブラリ調整とかそういった表示時にちょっと処理がうまくいかないとか、そんな感じですね。それからシーケンス自体がうまくいかなくて低クオリティな塩基やリードが混在してしまう。それから真核生物の RNA シークだとポリエティテールが入っている。それからもう実験する上で論外なんですけど、どうしてもやっちゃう多生物の DNA のコンタミといった低クオリティの原因となる事柄が挙げられます。でそういったクオリティになりますけども、ちょっと午前でも触れましたが、シーケンスリードのクオリティチェック、マッピング率の確認といった操作を行います。で実際NGS データ解析でどんなクオリティクリーニングを行うかといいますと、アダプター配列の除去、ファスタ Q 午前でやりましたけども、低クオリティ塩基や低クオリティな文字コードがついているファスタ Q の塩基やリードの除去、それからRNA シークの時はポリエテテールの除去などを行います。でクリーニングのいずれかまたは複数を実行できるソフトウェアを用途に応じて使用することが多いです。例えばアダプター配列の除去となりますと、また例えばカットアダプターとかタグクリーナーとかトリモマティック、クリーンシェックもできるのかな、そのあたりがそういった機能があります。で低クオリティ塩基やリードの除去となりますと、ファースト X ツールキット、プリシック、トリモマティックなどが得意です。ポリエテールの除去はカットアダプトがアダプト配列除去のなんか応用でやったりとか、あとはプリシックでやったりします。今日以降を使うことがあるのはこのうちプリシックとトリモマティックになります。ではまずシーケンスリードのクオリティ確認を行っていきます。そのためにはファスタ QC というソフトウェアを使用します。ファスタ QC はファスタ Q またはバムのシーケンスリードのクオリティを確認できます。でただ多分お手元のターミナルでファスタ QC とだけ打つとこんな画面が立ち上がって、まあ、GUI で操作できるようになったりもするんですけども、今日はちょっとコマンドラインの方で操作していただきたいので、お手元のターミナルでファスタ QC-H と打っていきます。そうするとこういう感じでユーセージが出るんじゃないかと思います。左側 の画面ではちょっとたくさん出すぎて上の方に行っちゃってるんですけども、上の方にスクロールすると、全部見れるんじゃないかなと思います。このユーゼージが、このユーゼージが出ないよという人はさすがにいないですよね。では、このファスタ QC を使って、もともとファスト Q のリードのクオリティをチェックしていきたいと思います。ファスト QC の使い方ですが、ここに使い方が書いてあって、まずファスト QC とコマンドを打った後、シーケンスファイルを、まあ、好きなだけ入れていけば順番にクオリティを確認していってくれるそうです。ということで、すみませんね、ちょっと前に出てるスライドも間違ってるんですけども、ここで LS を打っていただいて SRR504515-R1.FASTAQC が FASTAQ があることを確認してください。すみません、お手元の資料と前のスライドちょっと間違ってるんですけども、この SRR という名前の FASTAQ があることを確認してください。
で、確認できましたら、ファスト QC で早速、クオリティを確認していきたいと思います。ファスト QC と打ってから、SRR504515-R1.FastQ と打っていきましょう。で、エンターを通しますと、まず、Started Analysis of SRR なんとかFastQ というメッセージが出て、まあ、その後進行状況が出て、最後に Analysis Complete for SRR504515 なんとかFastQ というメッセージが出て終了すると思います。では、解析が終わったら何が起こったのか、ちょっとエースをして確認していきたいと思います。ちょっとファイルが増えてきて見づらくなってきたので、ls-lt とやっていただくと、一番新しいファイルが上の方に来るので、何ができたのか分かりやすいんじゃないかなと思いますが、入力した FastQ ファイルと同じ名前の .zip と何か新しいディレクトリができていると思います。この .zip を回答するとこのディレクトリになるので、まあ、どっちかだけでいいんですけども、この SRR504515-R1-FastQ というディレクトリの中に FastQC の解析レポートがありますので、ちょっとそのディレクトリの中に移動していきます。cd コマンド打ってから SRR504515-R1-FastQ をしていきます。でそこでさらにもう一回 ls を打っていただくと、 icons というディレクトリ、 images というディレクトリとかいろんなものと同じところに html ファイルが作成されていると思います。でこの HTML ファイル、もちろんちょっと適当な、ウェブブラウザで開くことができますので、ここでは Firefox が入っておりますので、それで見ていきます。Firefox FastQC Report.html というコマンドを打ってください。そうすると、FastQC レポートというブラウザが名前のページが立ち上がると思います。で、この FastQC レポートですね、一番左側にサマリーというページがありまして、今左側 のスクリーンの方でお見せしているんですけども、ベーシックスタティスクス、パーベースシーケンスクオリティ、パーシーケンスクオリティスコアと、まあ、いろんなメニューがあります。で、それぞれの項目について、今インプットした FastQ のクオリティをレポートしてくれてますので、ちょっと一つずつ見ていきます。で、各項目について、FastQC の基準に従って、クオリティに問題がなければ緑色のチェックマーク、ワーニングがついていれば黄色のびっくりマーク、結構問題があるようだったら赤色のバツマークがついています。まず一つ目、ベーシックスタティクス、スタティスティクス、ファイルの基本的な情報になります。ファイルがインプットしたファイルが FastQ だったのか BAM だったのかとか、リードの数、リード長などが表示されます。ここでは必ず緑色のチェックマークがついて、ワーニングやフェイリアが出ることはありません。次に、その、パーベースシーケンスクオリティ。ここは、結構見ていくことが多いです。横軸がリード長、縦軸がクオリティバリューを表します。午前中にやった
ファスタ Q のクオリティバリューが縦軸になりますね。でこれが、リードの位置における全体のリード全体のクオリティの中央値や平均を確認できるところです。これ黄色いのなんかずらっと並んでるんで一瞬分かりづらいけどですけど、ボックスプロットでして、このボックスプロット、黄色い箱の中にある赤線は、リードのクオリティの中央値、青線は平均値で、黄色のボックスは 25% から 75% の領域を表します。でそのボックスの上下に伸びた黒いバーが、クオリティの 10% から 90% の領域を意味します。これどうやって見たらいいかっていうと、背景が赤、黄、緑になっているのでちょっと分かりやすいと思うんですけども、大体この緑にこの全体の黄色い箱とか上下の、黒いバーが収まっていればいいデータだなと思います。でなんか大半がこの黄色とか赤にの方に落ちていると、シーケンスのクオリティ自体が悪かったな、もう一回やり直してほしいなって思うわけです。でこれ左側がクオリティ高くて右側がクオリティ低くなってると思うんですけども、イルミナのリードの特徴で大体後の方に行くほどクオリティが悪くなっていきます。次がパーシーケンスクオリティスコアーズになります。縦軸がリードの数、横軸がフレッドクオリティスコアの平均値です。でこれは大体こう右側に偏ってこう上がってくれると、クオリティのいいリードだなというふうに、クオリティのいいデータだなというふうに判断します。で次がパーベースシーケンスコンテントで、リードにおける位置での各塩基の割合を示すものです。このあたりになるとワーニングやフェイリアがついていることが多いんですけども、必ずしもそれで問題があるというわけではなくって、例えばRNA シークとかチップシークとか、もしくはもっと特殊なシーケンスだったりすると、ちょっと偏ってゲノム上の偏った領域しか読まなかったりするので、ファスタ QC の基準だとフェイリアがついたりするんですけども、特にデータ自体に問題はないというようなことが結構多いです。あくまで参考までに見える場所ですね。でリードこれは、リードにおける位置での各塩基の割合を示します、横がだから横がリードで縦が割合ですかね。いずれかの位置で A と T もしくは G と C の割合の差が 10% 以上だとワーニング、20% 以上でフェイリアとなります。次がバハベース GC コンテント、これは横軸がリードにおけるポジションで、縦が GC の顔料になります。でいずれかの位置で全体での GC 顔料の平均値より 5% 以上の差が開くとワーニング、 10% でフェイリアとなります。ここは綺麗な方が確認です。次がパーシーケンス GC コンテント、これ各リードにおける GC 顔料の平均の分布、赤い線ですね、と理論分布、青線になります。で理論分布との偏差の合計が総リードの 15% 以上でワーニング、 30% 以上でフェイリアとなると書いてありますけれども、大体この青線と赤線がきれいに重なっていたら嬉しいなということになります。で例えば多生物の DNA のコンタミとかが起きてたりすると、 GC コンテントが GC 顔料が異なる多生物の DNA のコンタミとかが起きてますと、変なところに型が出てたりしますので、ここでのデータおかしいなという判断をする根拠になったりします。次がパーベース N コンテントですね。これは綺麗な方が嬉しいですね。N はシーケンサーの問題で ATGC いずれの塩基にも決定できなかった場合に記述されます。でリードのいずれかの位置で 5% 以上 N が存在するとワーニング、 20% 以上でフェイリアとなりますので、ここでワーニングとかフェイリアが出ると全然シーケンスできてないじゃないかと思うことになります。次がシーケンスレングスディストリビューション、リードの長さの全体の分布です。すべてのリードの長さが同じであることを前提としていて、一定でなければワーニングで、0のものが含まれているとフェイリアになります。
イルミナーダメですとシーケンサーから出てきたものは基本的にはここは全く同じのリード長、全くリード長が同じデータのはずなので基本的にここは、まあ、今前に出ているような綺麗な形になっているんですけれども、例えばアダプター配列の除去とかしちゃうとリードの長さがバラバラになっちゃったり、イオンのシーケンサーになったりすると必ずしも同じリードの長さ、必ず、リードの長さがバラバラなので基本的にはここはワーニングになったりすることが多いです。そういったワーニングになっている理由がはっきりしている場合は特に気にする必要はありません。次がシーケンスデュプリケーションレベル、リードの重複レベルを見ています。1から10はそれぞれの重複のレベルで全体の 20% 以上がユニークでないものだとバーニング、 50% 以上がユニークでないとフェイリアとなります。これも綺麗な方がいいですけど、実験デザインによってはデュプリケーションが起きるのがことがどうしても増えてしまうような実験のであることも多いので、そういったデザインによってはフェイリアになること、バーニングやフェイリアが出ることもあります。次がオーバーリプレゼンテッドシーケンス、重複している配列のその割合を示します。大体アダプター配列が混入してたりするとここでワーニングが出ます。特定の配列が全リードの 0.1% を超えるとワーニング、 1% を超えるとフェイリアとなります。アダプター配列の混入とかがなくても非常に狭い領域を非常に厚く読んでたりすると、まあ、同じ配列がどうしてもたくさん出てくるのでワーニングとかがついたりします。そういう場合はまあ、ワーニングがついてでも気にしなかったりしますね。で、ケーマーコンテント、5ベースペアの任意の配列、ファイルマーを考えたときにライブラリに含まれる ATGC の割合をもとに実際に観測された値割る理論的に観測される期待値を計算しています。で、それぞれの任意の配列について実測が期待値を大きく上回っているとき、それはライブラリに配列的な偏りがあると解釈されると書いてあるんですけども、ちょっとあまり詳しくないので聞かれると困ります。で、ファスト QC ちょっと今起動していただいたのはちょっと古いバージョン、多分 0.10 なので以上ですけども、一番新しいバージョン、バージョン 0.11 とか多分使われたことがあるんじゃないかと思いますが、それだとこれらにプラスして新しいレポート項目が出てたりします。で、左側のスクリーンになりますけれども、実際にこう今動かしたクラスター QC のレポートを見ていきますと、ベーシックスタティックスはファイル名とかファイルタイプとかなので特に問題ないですね。シーケンスの数が1万、シーケンスの長さが101、DC 顔料の割合が 46% というふうに出ています。この次にパーベースシーケンスクオリティがの方を見ていくと、これちょっと古いファイルなのでこうなってるんですけども、左側がリードの長さ、右側がリードの、横軸がリードの上の位置、縦軸が各塩基のクオリティなんですけれども、真ん中あたりからぐっと下に寄っていって全然汚いデータだなというふうになっています。これはちょっとテスト用にサブセットしてきたデータなので、最近のシーケンサーはこんなんじゃなかったりしますね。で、パワーシーケンスクオリティスコアも割とガタガタで汚いなというふうに判断していきます。明日以降の講義ではこういった汚いデータをどうやってクリーニングするかというのをそれぞれの解析に合わせた方法で教えていくことになります。ファスト QC のレポートについては以上ですが、何かご質問とかあるでしょうか。
次はマッピング率の確認の方に移ります。シーケンサーから出てきたあの配列をあのファスト QC で確認して、綺麗だった、良かったでマッピングした。でも本当に綺麗にマッピングできているのかなっていう確認です。でこのマッピング率がリファレンスゲノムに対してシーケンスリードがあのマッピングされているかどうかっていうのを計算していくんですけれども、このマッピング率が一般的な割合より著しく低い場合はそれこそあの他の生物のゲノムのコンタミネートが疑われることが多いです。マッピング率どうやって計算するかというと、まあ、そのままなんですけども、全体あのインプットした全リードのうちの、実際にゲノムに貼り付いたリードの数になります。で解析によって一般的なマッピング率っていうのは結構違いまして、飼育だと90から99%、最近だとほぼ100に近いですね。RNA 飼育だとあのちょっとスプライシングサイトとかの考慮とかもあってあまり良くなくて 80% ぐらい、チップ飼育だとあの 70% ぐらい、最近はもっと良くってなんか 90% 超えることもあるんですけども、まあ、こういったマッピング率になることが多いです。であくまで一般的な割合で、ね、検手法とか解析手法が特殊な場合はこれらの数値から離れることがあります。ただあの自分がすごく一般的なことをしているのにここの数字がすごく悪いという場合はちょっとあの実験良くなかったかなというふうにちょっと反省してみて、反省するかデータ作ってきた人にあの言ってみるということが重要になるかと思います。でここからもう一回あのまた実際に打っていただくことになるんですけれども、マッピング率の確認、まずマルチマップされたリードを除きユニークリードのみにする。マルチマップというのは1本のリードがゲノム上の複数の箇所に、同じぐらいの割合でくっつくと判断された場合、こことここあの A ポジション A とポジション B にあのとりあえず、ま、あの1本のリードを2回マッピングするということが多くの、 あのマッピングソフトであるんですけども、そうやって複数の箇所にマッピングされたリードのことを指します。ただこうするとあのそのリードをあのカウントするあのバグの中に含まれるリードをカウントするときにそのマルチマップされたリードがダブルカウントされてきてあの、ま、あのゲノム上に貼り付いたリードの数が実際よりも多くカウントされてしまうので、こういったマルチマップされたリードを除いて1箇所にマッピングされたユニークリードのみにするという操作がまず必要になります。でそのためにはまずサムチュールズというソフトを使います。サムチュールズのビューという機能を使いまして、これがサムとかバブをあの、ま、変換したり扱ったりするためのサブコマンドです。でそのビューに対して -b、これは出力をバムファイルにするというオプションですね。これをつけます。それから -large f 大文字の f です。これはあの指定されたフラグが付与されたリードを除外するというオプションになりますので、ここで256を指定します。でフラグ、午前中の講義でフラグというのをあの 何であるかというのをお伝えしたんですけども、まああのそのリードがどんな意味を持っているかというあの指標なんですけれども、256というのはですね、どんな意味かというと、まあ、午前中でちょっと触れたサムの意味を教えてくれるサイトというところに行って256というのを入れて意味を調べるとですね、ちょっとあの字が薄くて見づらいかと思いますが、not primary alignment というふうにフラグがついて、あの説明がつきます。まあ、つまり、第一候補ではないとかそういう意味ですよね。なので、このフラグが付与されたリードを除いて、あのユニークリードにされた、ユニークリードのみにしたバグファイルを作っていきます。ではちょっとあの実際に打っていきましょう。サムツールズ。
ムツールズビュー、ハイフン B、ハイフン大文字の F、256、SRR。すみません、ファスト QC のディレクトリに移動したままだったので、ちょっと1個上に移動しましょう。PWD を打って、スラッシュホーム、スラッシュ IU、スラッシュ NGS Basics というディレクトリにいることを確認してください。で、LS を打って、メニークリードのみにしたいバムを確認します。さっき、すいません、ここで間違ってません。SRR504415.bam を使ってるんですけども、さっき作ったソーテッドバムの方を使いましょう。多分そっちの方が正しいですね。サムツールズ、ビュー、ハイフン B、ハイフン大文字の250、ハイフン大文字の F2、256、SRR504515、ソーテッドバム。で、こうすると、バムファイルが出力されるので、それを保存する先を、このダイナリ記号の後に書いていきます。今回は SRR504515_unique.bam に保存していきます。ちょっとコマンド間違えたので勝手に補正してくれてるんですが、サムツールズ、ビュー、ハイフン B、ハイフン大文字 F、256、SRR、504515、ソーテッドバム。で、リダイレクト、SRR、504515、アンダーバー、ユニークドットバムに保存していきましょう。で、ls-lt をすると、一番上にユニーク .bam ができているんじゃないかなと思います。ユニークなバムができましたら、今度はマッピング状況を確認するために、IDX STAT という機能を使っていきたいんですけども、IDX STAT を行うためにインデックスを作っていきます。インデックスは先ほど IGV で作ったのと同じです。サムツールズ、インデックス、SRR504515、アンダーバーユニークドットデッドバム。ユニーク .bam のインデックスファイル、ユニーク .bam.by 作成できたでしょうか。では、サムツールズ IDX スタットを実行していきます。インデックスステータスとかの略ですね。サムツールズIDX-STATS SRR504515 で、今インデックスを作ったユニークドットバム、バイじゃなくてバムです。バムの方を指定します。で、これをその結果を保存するSRR504515IDX.txt。 これは出力ファイル名なのでお好きな名前にしてるんですけども、 IDX.stats.txt。
で、LS をしていただくと、新しく idxstats.txt ができると思います。で、出来上がりましたので、これを、レスコマンドですね。テキストファイルなので中身はレスコマンドで見ることができますので見ていきます。そうすると4列になっているタブ区切りテキストになっていることがわかると思います。でこれテスト用のデータで全然面白みが何もないんですけども、お手元の資料の51ページにこのファイルの見方が書いてあります。4列あるうちの一番左目がシーケンスネーム。センシャルタイプがコンフィグの名前ですね。でその次の2列目がシーケンスの長さ。染色体の長さですね。で3番目の列が見たいところですけれども、マッピングされたリードの本数になります。で、4列目が、マッピングされなかったリード。大抵0が入っています。では、0以外が入ってたらどういうことじゃないと思うんですけど、この、IDX スタッツで作ったファイルを一番下まで見ていただきますと、アスタリスクがついている、一番左のシーケンスネームのところにアスタリスクがついている行があると思います。間違えちゃった。このアスタリスクがついている行というのが、どこにもマッピングされなかったリードという意味です。お手元のデータ、テスト用のデータなので、実はそういうアンマップルトリードが入ってないんですけども、本来、マッピングした直後は、この行の一番右側、一番4列目にですね、どこにもマッピングされなかったリードの本数が入っています。なので、マッピング率、の計算はといいますと、3列目の合計がマッピングされた全リード数、プラス4列目の合計というか、合計がマップされなかったリードの数、でその2つを立ち合わせると、全リード数になります。でその全リード数を、3列目の合計、マップされたリードを割る。とマッピング率になります。大丈夫でしょうか。マッピング率の計算、ちょっと手順が多いんですけれども。こんなことしなくても、明日以降の授業でも、講義でもやりますけれども、マッピングソフトが勝手に、マッピング率を出してくれることもありますので、自分でマッピングする場合は、そういったマッピングソフトのメッセージ、自己メッセージなどを確認した方が正確かなと思います。ただ、BWA は多分出なかったんじゃないかなと思いますし、必ずしも、自分で、バグを作るという、作ると限るわけでもないので、そういった場合は、こういった手順でマッピング率を確認していきます。何かご質問があるでしょうか。大丈夫でしょうか。マッピング率の計算の話をした後になりますが、NGS データのマッピング、基本的にどのようにして行われているかという話になります。まずマッピングって普通に言ってますけども、
マッピングというのは、試験管から得られたリード DNA 配列をリファレンスゲノムや転写産物上の類似した配列に対して並べるということを指します。右側の絵がそのイメージになりますけども、ショートリード入手してくると、順番リードの配列は分かるんですけども、それがゲノム上のどの配列なのか全く分からないバラバラな状態で入手したことになります。ですので、その配列をリファレンスゲノム上を検索して、よく似た配列を見つけて、このリードはこのゲノムのこの位置から来たんだなということを調べて並び直すということになりますね。でマッピングソフト、古くブラストというものが一般的に使われてきた時代がありましたが、そういった従来のマッピングソフトは正確性は高いんですけれども、NGS データのような大きいデータを処理するにはちょっと時間がかかりすぎて、NGS 解析には向かないため、NGS 解析用の高速なマッピングソフトが一般的に使われます。でどのようなマッピングソフトが使われるかというと、これは解析の種類に応じて適切なものを選んで使うということになりまして、例えばリシークだと大きなゲノムファイルに対して、数箇所のミスマッチを許容しながら、できるだけ高速にマッピングするということが重要になりますので、DWA や膨大を使うことが多いです。RNA シークですと、基地の転写産物やスプライシングにより生じるギャップを考慮しながらマッピングするといった機能が必要ですので、例えばトップハット、スター、あとトップハットのなんか最近光景が出たというハウスターハイサットとかになります。あと今回の講義では触れないんですけども、ちょっとご参考までに、メチルシークなどではメチル化処理を考慮してマッピングする BS マップやバイサルファイターといったマッピングソフトなどがよく使われます。スライドの51ページのところのちょっと戻るんですけども、はい、データの表示のクリーニングのところでアスタリスクの説明をいただいたんですけども、そこは、アスタリアがたり移動ということでなんですけども、レッスンの4番目ですかね、パンパンプロリードもあるんですけど、その中違いというか、それによってなんか計算変わると思うんですけど、どういうふうに答えますか。はい、一番下のアスタリスクの行が、どこにもマッピングされなかったリードという意味でして、それとはなんか別にあるように見える4列目アンマップドリードのことなんですけれども、基本的にアスタリスク以外の行ではアンマップドリードの列が使われることはありません。大体ゼロが入っています。で、どこにもマッピングされなかったリードの情報というのは、このアスタリスクの行の4列目にだけ基本的に入ってきますので、違いというのはちょっとなくって、この4列目はこのアスタリスクの行のためだけにある列と基本的に考えていいです。そしたら、はい、リスクの4番目の列だけを見て、それが使えなかったらいいと判断すればいいと。基本的にはそうだと思います。もしかしたら、この4列目がアスタリスク以外で使われるケースもあるのかもしれないんですけど、基本的には見ない。そういったものは見ないです。ありがとうございます。そういった新しいソフトが出てきたときに、そのソフトを使いたい。でも使い方がわからないから諦めようという流れになってしまうことも多々あるんじゃないかと思います。ただそれではもったいないし、もったいないので新しいソフトを使えるように、新しいソフトの導入手順を一通り覚えて使えるようになりましょうという内容です。導入の一連の手順としましては、まず基本的にインターネットで配布されていることがもうほとんどなので、検索サイトでソフトウェア名とかで検索をする、もしくは論文に
どこどこで配布していますよと URL を載せてくれていることもあるので、その URL に行ってソフトウェアの配布サイトを探すというのが第一段階になります。でその次はその URL からソフトウェアをダウンロードする。次にダウンロードするのに生のまま置いてあるんじゃなくて ZIP ファイルとかそういった圧縮ファイルになっているので回答する。で回答すると大体中にインストール方法が書いた readme ファイルとかが置いてありますので、それを読んでインストール方法をそこで調べる。でステップ5は2つ書いてあるんですけども、難しいファイルだとコンパイルして実行ファイルを作成してあげること必要があります。でそんなに難しくインストールが難しくないファイルだとコンパイルが必要なくって、もう実行ファイルが配布されているのでそのまま実行可能ということになります。今回この講義で取り上げるのはトリモマティックというソフトウェアになります。これはCKS リードのクオリティのクリーニングに使うソフトウェアでして、アダプターの除去でクオリティリードの除去など多様な CKS リードクリーニング機能を持つソフトウェアになります。試しにここに実際に頂く必要はなくて、前でお見せするんですけれども、試しにトリモマティックと検索してみると、この USA デイラブという研究チームのですねサイトが多分トップに出てきます。でその、ページを開くとこのようにトリモマティックの配布ページが開きます。結構シンプルな作りで、この1ページにサイテーション、このトリモマティックのについて発表した論文とか、このトリモマティックをダウンロードできる URL とか、どうやって使うのかといったことが1ページでいっぱい書いてくれています。では導入手順、手元の資料の方を見ながら導入手順を1個ずつ導入手順を1個ずつご説明しますので、お手元の資料を見ながらちょっとフォローしていただければと思います。まずですね、配布サイトを探しましたのでダウンロードに移りたいと思います。ダウンロード、ここにダウンロードトリモマティックという、項目があって、バイナリーソースマニュアルのリンクがあります。ここでとりあえずバイナリーっていうところの右クリックしてみると、ちょっとメニュー文字が小さいんで見づらいかなと思うんですけども、多分リンクのアドレスコピーとかそういうメニューがありますので、リンクのアドレスをコピーします。もしくは普通にバランスはせっかく開いているのでそのままクリックしてファイルを落としていただいても構いません。でリンクのアドレスをコピーしましたら、ターミナルとかの方に移りまして、wget コマンドでそのコピーした URL をそのまま貼っていただければと思います。ペーストいただければと思います。でちょっと右側のスクリーンと左側のスクリーンで違うパソコン使っているので、左側のパソコンにURL をコピーされてないんですけども、実際にはこれ http://lantra というURL をここで入力して Enter と押します。そうするとソフトウェアの実行ファイルがダウンロードできるんじゃないかと思います。今wget でダウンロードする、もしくはブラウザ上でクリックしてダウンロードする、2種類のダウンロード方法をお伝えしましたけれども、どちらでも大丈夫です。もしくはホームページ上にこういうふうにダウンロードしてくれとインストラクションが書いてあることもありますので、その場合はもちろんそのインストラクションに従ってダウンロードしてください。ではダウンロードできたとしましょう。そうすると多分トリモマティック
-0.36.zip というファイルがダウンロードできているんじゃないかなと思います。ここからは実際に打ってコマンド打っていただいて大丈夫です。ではダウンロードしたファイルを回答することになります。ここはダウンロードしたファイルによりけりなんですけれども、60ページ目に各ダウンロードしたファイルの拡張子に適した回答方法、回答コマンドの表があります。例えば一番多いって私が思っているわけなんですけど、tar.gz という圧縮方法、拡張子がついているファイル。これは gz 圧縮、午前の講義でもちょっと言ったんですけども、結構圧縮効率が高い、ファイルのサイズが4分の1から5分の1ぐらいになる圧縮方法ですが、この gz ファイル形式で圧縮したファイルを、書庫化と言いまして、書庫化と言いまして、ひとまとめにするという、tar 形式でひとまとめにしたというファイルになります。で、これを回答するコマンドはと言いますと、tar.gxvf ファイル名になります。ここちょっと時々分かりづらいって言われるんですけども、tar の後はスペース、ハイフンなしで gxvf です。なんかよく、コマンドの後につくオプションはハイフンつけるのが一般的って思い込みがあると、ハイフンつけちゃう人がいるんですけど、ここはハイフンつけません。他にも tar.bzip2、普通に tar.gz.bz2.zip.tar などいろんな拡張子があるので、その拡張子に合わせたコマンドを使っていきます。それに2つ目のやつで圧縮形式が gzip2 ではない。そうですね。間違ってますね。ありがとうございます。gzip2 じゃなくて、ここ bzip2、ab。の B ですね。BZIP2 になりますね。この BZIP2 形式で圧縮した後、tar で書庫化したという圧縮形式になります。実際にお手元のトリモマティック 0.36.zip を回答していきます。 .zip に対応する回答コマンドは unzip になりますので、お手元のターミナルで ls でトリモマティックがあること、トリモマティック 0.36.zip があることを確認したら unzip コマンドで回答していきます。そうするとアーカイブトリモマティックなんとか .zip クリエイティングなんとかかんとかインフレーティングなんとかかんとかっていうメッセージが一通り出まして、回答が終了して ls を実行するとトリモマティック 0.36 という新しいディレクトリができるんじゃないかと思います。この新しくできたディレクトリの中にトリモマティックのマニュアルとか実際の実行するファイルが入っていると思いますので、新規コマンドで新しくできたディレクトリの中に移動します。で、ls をして新しくできたディレクトリの中にどんなファイルがあるか確認していきます。大文字でライセンス、あとはアダプタートリママティック 0.36.jar というファイル3つ入っていると思います。で、投入手順の方をちょっと見ていただくと、
ここでインストール方法を調べる、その後コンパイルする、もしくはコンパイルする必要はないっていうふうに分かれると思うんですけども、トリモマティック不親切で、インストール方法を書いた紙とか何もないんですけれども、これは .jar というファイル、見ただけで使い方が分かっちゃうからなんですね。ドットジャーというのはプログラミング言語 Java で書かれたコンパイル済みのプログラムです。なのでこのドットジャー見ただけで、ああもう使い方こうなんだなって分かるんですね。コマンド1個飛ばしましたけども、 CD コマンドで1個上のディレクトリに移動します。で、NGS Basics ディレクトリに移動したら、この java-jar でというコマンドで、トリモマティック 0.36.jar ファイルを指定して実行します。そうすると前のスライドにある、もしくは左側のスライド、スクリーンで示されたように、トリモマティックの使い方が表示されると思います。ここまでうまくいかなかった人いらっしゃるでしょうか。トリモマティックは、午前でもちょっと触れましたし、先ほどもご説明しましたが、シーケンスリードのクリーニングとかに使う結構早いソフトウェアです。で、明日以降の講義で使用します。ですので、ちょっと使用方法は今日は省略して、後日の説明に移りたいと思います。トリモマティック、ちょっとこれ選んで失敗したかなと思うのはすごくシンプルで、本当にダウンロード回答以上みたいな感じでインストールできちゃうんですけども、よく他のソフトは結構もっと難しかったりして、例えばよくあるのは GitHub というサイトで配布されていることが多いんです。GitHub は何かと言いますと、頻繁に更新されるソフトウェアは GitHub 上で開発されていることが多くて、そういったソフトウェア開発を助けるための共有、ソフトウェア開発共有サービスになります。で、その GitHub にはソフトウェア の配布機能もついているので、そこで開発もして配布もするということになります。例としてさっきからずっと使っているサムツールズなんですけども、サムツールズも GitHub 上で開発配布されていますね。これサムツールズのサムツールズと検索して開くとこんなページが多分出てくるんですけども、さっきもちょっとお見せしましたけども、ここ一番左上に右上に GitHub とかソースポージとかもありますけど、GitHub とかいうロゴがあったり、この右側のメニューのところに GitHub プロジェクトページというメニューがあったりします。で、この GitHub プロジェクトページというのを開くと、この GitHub のページが開けます。今日のコマンド、今日の講義のコマンドを配布するのにも使っていますが、で、GitHub からソフトウェアをダウンロードするときは方法が2つあります。一般的なのは GitHub のリリース機能というソフトウェアの配布機能がありますので、ここで配布用のバイナリやソースコードは配布しているということです。実際にお見せしますと、このページのそこにコミッツ、ブランチズ、リリース、コントリビューターズというメニューがあります。このうちのリリースですね。
リリースをクリックすると、ここにレイティストリリースというメニューがついて、1.31、サムトゥールズのバージョン 1.31 をここで配布しているということがわかります。で、ここに1.31になって変更があった機能とか、バグの修正などのレポートが書いてあって、その下にダウンロードと書いてあって、tar.bzip2 とか、ソースコードの tar.gz ファイルなどが配布されています。なので、ここから、ファイルを選んでダウンロードするということになります。3つあるうちのどれがいいというのは、基本的に、ここに説明が書いてあるんですけども、tar.bzip2 を使うよというふうに、使った方がいいのよというふうに書いてあるので、この一番上にある tar.bzip2 をダウンロードするという手順になります。で、サムツールスの場合はそうなんですけれども、ソフトウェアによっては、GitHub のレポジトリをクローンしても使ってねというふうに書いてあったりもします。GitHub のレポジトリというのはファイルなどの管理を行う場所という意味になりまして、クローンというのはコピーをするという意味になります。クローンの仕方はどうやるのかといいますと、先ほどの一番最初のページに、GitHub のですね、一番最初のページに戻りますと、ここにクローンオアダウンロードというボタンがあります。ここでクリックすると、ここにクローンするための .git で割る URL が書いてありますので、これをクリップボード上にコピーすることになります。これを選択してコントロール C とかでもいいんですけども、このボタンを押すとクリップボードにコピーされますので、ターミナルなどの端末で Git、クローン、https なんとかとか .git というコマンドを実行するということになります。そうすると、リモート、これは GitHub 用語でオンライン上という意味です。の、レポジトリの URL をローカル、これは手元ですね。お手元にクローン複製したできて、開発者が今、GitHub 上に置いてある開発環境をそっくりそのまま手元にコピーできて、ソフトウェアもダウンロードできるという状況になります。先ほどサムツールズでそうだったみたいに何種類ものファイルが配布されているな、どれを選んだらいいのかなっていう場合あるんじゃないかと思います。サムツールズの場合はですね、はい、ダウンロード URL の真上に tar.bzip2 をダウンロードしてねというふうに注意書きが書いてあったので tar.bzip2 をダウンロードしましたが、例えばこれは RNA-Seq のマッピングソフト HiSat2 のダウンロードリンクのダウンロードページの様子なんですけれども、一番上にソースコード、その下に LinuxX86-64 バイナリー、MacOS なんとかバイナリー、Windows バイナリーと書いてあります。どれ選んだらいいんだろうと、まあ迷わないんじゃない、迷わないかもしれないですけど、もし迷うことがあったら、基本的には使用する OS に合ったバイナリーファイルを選ぶといいんじゃないかと思います。で、下に Tips ちょっと書いてあるんですけども、ソースコードというのはプログラミング言語で書いたソフトウェア、バイナリーというのはそのプログラミング言語で書いたソフトウェアをコンパイルした、プログラミング言語、基本的に人間に読める書き方になっていますで、これをコンピューター語に翻訳するというふうに説明しているんですけども、こういった翻訳が完了したすぐに実行できる状態のソフトウェアに変換したものです。ソースコードはもちろん
自分でダウンロードしてきてコンパイルして使うこともできますが、コンパイルなかなか難しいことが多くって、コンパイルするときにエラーが起きたりしてうまくいかないこともあるため、ソースコードやしか配布されてなくって、配布されていない場合とか、バイナリを使ってみてうまくいかなかった場合を除いてバイナリを使用した方がいいです。ソースコードはもちろん人間語で書いてあるので、例えば自分の望むようなパラメータ書き換えたりとか、ちょっと自分の実行環境に適したように書き換えたりとか、中級者だったら割とそうやって自分の使いやすいようにカスタマイズしやすい状態ではあるんですけれども、ちょっとすぐに実行するには難しいかなというところがあるので、できれば一番使いやすいものをそのままもらってきて使った方がいいんじゃないかなと思います。今ここで使っているパソコンの環境みたいに Windows 上にその仮想で Linux を立てている場合には、Linux の、 そのバージョンを取ってきた方がいいという認識でよろしい？はい、その通りです、はい、ありがとうございます。他に何かご質問と、初心者なんですけど、このトリモタティック 0.36 を実行する際にディレクトリを1個上に戻したのは何ですか？これは、ディレクトリ、メモがあるのは 0.36 の中ですよね。はい。だからその中で実行しなきゃいけないのかなと思ったんですけど、なんでか1個上に戻してそこで実行して実行できてるんで、これが何でなのかわかんないんですけど。はい、実行ディレクトリは正直どこにいてもこれを実行することができます。はい、JAR ファイルのパスを指定さえできれば、どこからでもその JAR ファイルを実行することができます。ディレクトリを移動したのはできるだけこの NGS Basics で話を進めたかったからです。はい、講義の進行上の都合です。URL 最後 .git っていうのがついてるのがお約束ですけど、 .git なくてもダウンロードできクローンできちゃうじゃないですか。それはまだそんなもんだっていう回答になるんですか？私未だによく分かってないんですけど。そうですね、ちょっと .git なくてもダウンロードできるっていうのは私も今初めて知って、はい、基本的にコピーした URL をそのまま貼って使うことが多いので、そういう使い方もできるんだなって、そこはそういうものなんじゃないでしょうか。あと最初にソースポージがトップに来て、そこからこう Git に置いてるとか、でもソースポージ自体にもなんかそういうなんか提供サイトっていう位置づけではあるわけですよね。エンドユーザーからすると。ソースフォージュだったらソースフォージュから提供すればいいじゃんとか思うんですけど、まあ、それはその開発者がそう思ったからそうしたってだけなんですか？そうですね、開発者がソースフォージュよりも GitHub の方が使いやすいと開発者が判断したということになると思います。そうするとなんで最初から GitHub に置かないんだろう、ソースフォージュがトップになってっていう感じになるんだろうっていうのが率直な感想になるんですけども。そうですね、多分開発者の中でいろんな歴史があったんじゃないかと思います。過去には例えば Google コードという Google が提供してたサービスとか GitHub と同じようにソフトウェア開発の共有サービスとかで開発してたけど、 Google コードサービスやめちゃってもう更新ができなくなっちゃったりとか、そういったインターネット上のサービスの移り変わりという事情もありまして、配布場所が変わったりとか結構よくある話です。なのでそういう配布場所が分からないなって迷子になっちゃった場合は、できるだけ検索をしたりとか詳しい人に聞くとかして追っかけていく必要があります。いつまでも同じページをブックマークに登録しておくとちょっと痛い目を見たりすることがあります。
あと、なんだっけ、Git で、コピー用のコマンドのところで、.md っていうファイルをそのままこう、ウェブ上で見せてるような感じじゃないですか。.md って何なんですか？いや、なんかドットテキストでいいじゃんって多分エンドユーザーの方は思うんじゃないかと思うんですけど、はい、なんか例えばそれをそのままファイルとかにダウンロードしてきて、テキストエディターとかで見れるのかどうかっていうことも確認をしていないんですけども、そのあたりについて。はい、今これは、今日のハンズオン、今日明日以降の、ハンズオンのコマンドを配布している、アメリエフの GitHub のページになりまして、各講義の、コマンド、コピペ用のコマンドが、講義名 .md というファイルで保存されています。md というのはマークダウンの略でして、マークダウンというのは簡単な書き方で、HTML ファイルを作ることができるという文法になります。HTML ファイルちょっと触ったことがあるという人はもしかしたらタグ、大なり記号、小なり記号でなんかボールドって書いたりして、書体をいじったりとか、そういった経験をお持ちの方もいるかもしれないんですけど、そういったタグを使わなくても、あれ閉じ忘れたり、タグ閉じ忘れたりするとなんかえらいことになったりしますけども、そういったことをしなくても、簡単に HTML ファイルを作ることができるという書式がマークダウンになります。ちょっと日本語が文字化けしてるんですけども、例えば NGS 基礎というタイトルがですね、頭にシャープをつけただけで、これはヘッダーで、あとはコマンドは3つのバッククォートで囲むだけで、コマンドなので、こういったちょっと灰色のバックグラウンドに等幅のフォントで表示されたりとか、そういった、HTML 形式に変換されて表示されます。こういったマークダウンだとすごく書きやすいですし、HTML タグほど手間をかからないで、こういうきれいな HTML ページを作ることが可能ですので、よくこういったプログラマーさんとか、コマンドラインでコマンドの紹介をしている人とかがよく使う書き方になります。あともう一つ何かでしたっけ？いや、もう大丈夫です。はい、アメリフさんは GitHub 派なんですか？そうですね。アメリフはあまり共有、共同して開発するっていうことが非常に頻繁ではなかったので、そうでもなかったんですけども、最近はやはりそういう動きが主流になってきたので、GitHub だった方が便利だよね、管理もしやすいよねということで使うようになりました。ご質問いただいてたと思いますが。はい。これは、いわゆるパスを通すという行為が必要ないんですか？JAR ファイルなので、ちょっと好き好きになってしまうかと思います。JAR ファイルというのは必ず頭に Java-JAR が必要になってくるので、これをつけた上で、JAR ファイルを呼び出すという、コマンドの流れになってしまうと思います。なので、パスを通しても、通さなくっても、本体が置いてある場所か、もしくは、パスを通した先の JAR ファイルか、どちらかをフルパス、もしくは相対パスで呼び出さなきゃいけないという、手間が結構必要になってしまうので、すみません、ちょっとそうですね。
例えば先ほどからちょっと使っている IGV とかですと IGV.sh というファイルにパスを通しておりまして、ユーザーローカルビン .igv.sh というファイルを呼び出しています。でこの igv.sh、ユーザーローカルビンに ユーザーローカルビンスラッシュ igv.sh 中身見ますと、ちょっと難しいんですけど、実はこの jar コマンドで igv.jar を呼び出しています。ちょっといろいろごちゃごちゃ書いてるので必要なところだけハイライトしてますが、 jar igv.jar 呼び出しています。これは中身何しているかと簡単にざっくり説明しますと、 igv.sh と同じ場所に置いてある jar ファイルを起動させるというコマンドが中に書いてあります。で igv.sh を実行すると、この igv.sh と同じ場所に置いてある jar ファイルが起動されるわけでして、使い方次第ですけども、こういった sh ファイルを書いて、その sh ファイルの方をパス通しておくという使い方もできるんじゃないかなというふうに思います。他にご質問などありましたら、ぜひ。さっきのファイサーとじゃなくてでしたっけ、Linux のバイナリー、この場合は、この OVA ファイルの環境だと Linux のバイナリーで言ったと思うんですけども、あれ、Linux っていろんな種類ありますよね。はい。それってこの場合は、全然こう意識せずに使えるということを意味するわけなんでしょうか。そうですね。Linux 系とか、なんかいろいろありますよね、セントOS系だとか。Linux、確かにいろいろありまして、例えば今お使いのバイオリナックスは Ubuntu 系、例えばよくスーパーコンとかに入ってるのは Red Hat 系とかになったりします。で、この HiSAT を見ますと Linux としか書いてはなくって、こういう場合は多分どの Linux、どこの Linux も大丈夫なんだろうなと思って落としてきたりすることがあります。ただソフトウェアによっては Ubuntu でしか試してないよとか、レッドハット系でしか試してないよとか、レッドハット用にしか開発してないよと書いてあったりすることもあります。でそういった場合は自分が使っているのは分付けだから分付けの落としてこようとか気をつけながら使うことになります。で大抵分付けでしか試してないよっていうのをレッドハット系で使ったりしても問題ないことが結構多かったりするので、あまり結局のところはあまり気にせず使ったりするんですけども、そういった同じ Linux でも OS の系統の違いでちょっとうまくいかないっていうことはよくあります。ありがとうございます。
すみません、用意したスライド以上になります。ご聴講ありがとうございました。もしお時間があったら、この続きのおまけの方もちょっと触っていきたいかなと思います。午前の講義でファスト Q ファイルの話をさせていただきました。でファスト Q ファイル基本的にいろんな圧縮方法で配布されているというふうにもしくは保存されているというふうにご説明しましたけども基本的に GZ 形式での圧縮が結構馴染みがあるんじゃないかなと思うことでと思うということで GZ ファイルの扱い方ちょっと簡単にご説明したいかなと思います。まず圧縮方法なんですけれども圧縮のディスカルコマンドは gzip コマンドになります。ファスト Q に限らないですけれどもファイルを圧縮したいなと思って GZ 形式で圧縮したいなと思ったときは gzip コマンドでそのファイルを指定するとファスト Q が自動的に .gz という拡張子がついたファイルに変換されると思います。でこれを逆に展開したいなというときは g-unzip というコマンドでその gz ファイルを指定します。そうしますと先ほど圧縮したファイルが今度は展開されて gz が取れてくると思います。ファスト Q、gzip ファイル、基本的に gz 圧縮されたままで扱えるソフトが基本的に世の中多いです。いちいち、クリーニング前後とか、マッピング前後で解凍して、それが終わったらもう一回圧縮してっていうのが結構手間なので、gz 圧縮したまま扱えるというのはすごく嬉しいです。例えば bwa とか、膨大とかそういったマッピングソフトも GZ 圧縮したままで扱えることが多いです。なので手元でも、基本的には圧縮したまま内容を確認したりとかしたいなと思うんですけれども、そういった時に便利なコマンドをいくつかご紹介します。一つが G です。圧縮したまま GZ ファイルの中を講義の中でも何とか出てますけども、less というコマンドと同じように、見ることができるというコマンドになります。これ gless で中見たままこう下行ったりとか、どんどん下の方見たりとか、あとは検索したりとかも可能です。で終わるときは、レスコマンドと同じように、Q で終われば大丈夫です。同じようなコマンドに gmore というのがあります。使い方はもうほとんど一緒ですね。ほとんど一緒ですね。gmore と、コマンドを打って、その後に gz ファイルを打つと、このように、このファイル、ファイルの中を見ることができます。あとはエルメアのシーケンサーによるんですけども、なんかシーケンスファイルが複数の GZ ファイルになんか分割して出てきたということも結構あるんじゃないかと思いまして、こういう分割された GZ ファイルをまとめて一つの GZ ファイルにするというコマンドもよく使うことがあります。
こういう時にはgunzip コマンドに -c をつけて回答したい一つの まとめたいファイルを複数指定します。 gunzipc なんとかかんとか .jip と続けてなんとかかんとか .jfirstq.jp とで -c をつけますと結果をファイルにするのではなくて標準出力に方に出力するということになりますので標準出力された結果をパイプで受け取ります。パイプというのはパイプの前のコマンドの結果をパイプの後のコマンドに引き渡すという記述になります。すみません、これ、はい、感覚的には、はい、GZ を回答して2つのファイルをキャットしてその後またジップしてるってイメージでいいですか？そうですね、そんなイメージになります。はい、そうですね、gunzip-c で複数のファイルをまとめて回答してます。でそれをこのパイプで全て受け取って次のコマンド gzip というコマンドに渡しています。で gzip の方にも -c オプションをつけます。これは gunzip の方と同じで結果をファイルではなく標準出力に出力するというオプションになりますので標準出力された結果をリダイレクト記号で新しく作るfastq.gz ファイルに保存するという流れになります。割と便利なのでこのコマンドは結構よく使えます。かもしれないですけども、このよく使うこの一番下のやつは、例えばペアードエンドで取ったものを、はいはい、この一番最後の圧縮ファイルをまとめてというものもよく使う機械というのを教えてほしいなと。ハイシック、イルミナさんのハイシックとかだと、一つのサンプルのシーケンスデータが、例ごとに分かれて出てくるということがあるんじゃないか、結構多いんじゃないか。同じサンプルのシーケンスデータがワンランで複数の fastq.gz に分かれてくるということですね。でそういうケースにはこういうこのコマンドで一つのファイルにまとめてから使用するという流れになります。